大人の時間へようこそ。この場はいい大人の悩み事、恋愛相談、たまにはたわいもない話で盛り上がる空間です。さて、今宵はどんなゲストが来るんでしょうか。早速今宵のゲストがいらっしゃいました。いらっしゃいませ。はい、ということで今日のゲストは千原ジュニアさんです。お願いします。お願いします。ありがとうございます。いやでもやっとなんか堂々と飲めるな。なんかさ、はい、前さ、はい、あれ巡り合わせだと思うんだよ、はい、ジュニアの番組に俺出るときさ、はいはい、いつも飲んでんじゃん。あ、飲んでありました。はい、そう。で、はい、俺言われたもん、ジュニアに。はい、小田さん、なんで俺の番組だけ酒飲んでんですか。あの、ダウンタウンの番組では飲まないでしょって。そう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 。言われた。はい、あ、なんかそれごめんって。いい。だけど、はい、なんだろうね、あれ、番組で飲んでないだけで、はい、バラエティ飲んでいくだよ。はいはい、あ、そうなんですか。うん、はい、自分で運転しないといけない。はいはい、要はその方がなんか切れ味が、はい、なるほど。そういう方おられますもんね、うん、はい、なんかちょっと嫌なのが、まあ俺 YouTube もすごい気楽なのは、はい、テレビのバラエティ出ちゃうと、はい、どっかねやっぱり役者前としちゃう、はいはいはい、で、はい、それを壊すつもりもないんだけど、はい、そこばっかりにいたらダメなんじゃんっていうのがあるじゃん、はい、あとみんな若手がさ、はい、ぐわー来るときにさ、はい、一緒に行くのも変だから、はいはい、ずっと黙ってるじゃん、はいはい、でもその黙ってるから一言発せるのが大事なんだ、うん、ちゃんと切れ味よく言ってくれる。そうですね。二言言ったら二言残るんだから、はい、つまんないのが残っちゃうから、はい、だからそれだけを酔ってる方が回転が早くなる。へえ。ちょっとぶっちゃけ今女いるんですか。いるよ。うん、前恋してたじゃないですか。恋はずっとしてる昔、うん、ニハブ。俺気にしないから大丈夫。あ、いいですか。あ、大丈夫だ、言ってるもん、今回。あ、そうなんだ。なんか言ってたな、ジュニアに。そうですよ、俺ニューハーフに今恋してんだよ。そうそうそう、あれもうジュニア聞いてくれよ、言って。そう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 。はい、あの恋は終わったんですか。もう終わってない。え、たまに連絡取り合ってほしい。あ、そうなんですか。プラトニックって終わりがないから。下手をすると始まりもないわけじゃん。ああああああ。で、その人とは別で今普通にがっつりの彼女がいるってことですか。そこからいろいろ季節4人も5人もいたりとか、こうそういうの。だからどんな相手でも自分がちゃんとしてないとダメじゃん。なんかほんで朝起きる、休みだったら、うん、あ、飯作り、基本はそんな感じ。前みたいにどこ飲み行こうぜ、ここ行こうぜっていうのはあんまやってない。ああ、もう家で、うん、まあ付き合いでは出るよ、うん、はいはい。だから、まあ、特に俺誕生月っていうのが大変で、はい、北海道から九州まで小沢会あるじゃん、はい、で誕生日会って言うから来てくださいよって言って行くじゃん。もうそのちょっと、小沢会が北海道から九州まであるんですか。あるよ。へえ。あるある。総勢何人ぐらいいるんですか、小沢会。場所場所って全然違う。8人とこにいれば、はいはいはい、北海道100、九州200とか。それはね、呼ばれて行くわけですか、うん、はあ、楽しいことしてますね。青森、五所川原、仙台、千葉、君津ね、君津、ここは本家なんだけど、名古屋、松山、四万十、福岡。はあ、いいですね、うん、ほんなら四季折々の美味しいもんも送られてくるやろうし。それ、本当や、お中元のシーズン、今冷凍庫に物が入らない。そうでしょうね。おいしいお酒も送られてくるし、ま、九州なんか、まあ、俺還暦の時なんかさ、お前トレー3段でテキーラ60杯だ。え、その酔い潰れてとか寝てまうとか、うん、そういうのないんすか。あんまりないね。みんなと別れた一人が危ない。ええ、俺これも松方さんに教えて、人前で潰れるのみともない。あ、だからタクシー乗るじゃん、はい、もうそこでバーンって一気に、ああ来るんですね。あとホテルに帰ったり。ほんまだからお風呂とか気ぃつけてくださいよ。あ、お風呂で溺れる。一人で帰った、家帰って風呂入んないよ。ああ、それはまあ、あ、でも一回朝起きて眠いのに、はい、こうやって半身浴してる、はい、ブクブクって窒息、溺れそうになって起きたことがある。え、こう滑ってこう潜って
いや、やばいですよ、マジで。大丈夫、大丈夫。そこまで寝な見てないよ、ずっと。だから、ところで俺ばっか飲んで。ここね、はい、一応バーで、はい、カクテル美味しいよ。はい、あ、カクテル、じゃあ、マスターの。旬の桃を使ってます。はい、桃の。桃って顔してないよ。いや、いいじゃないですか。いいじゃないですか。あの、ジャックナイフのカクテルってないの。ウイスキーとか使いたくなりますね。だからこれ今回コラボでのジュニアのチャンネルも出て、いや面白い話聞かせてもらって、俺のことを聞いたから、はい、じゃあジャックナイフ時代のジュニアの話も聞いてみようか。おいやいや、あのね、ジャックナイフってこれ非常にこう誤解されてるんですけど、あれ今田さんと東野さんが面白がって、こうただただ僕が目つきも悪いしやったんで、ジャックナイフみたいな芸人が出てきたぞみたいなのを言うてはっただけで、うん、やんちゃも何にもしてないんですよ。やることねえだろ。いや、ほんまなんですよ。僕これが、うん、俺も15歳でコンサート入ってるんですよ。だからみんながやんちゃする時代にはもう吉本いたんですよ。だって吉本がヤクザの組事務所みたいなもんじゃない。違いますよ、違いますよ。縦社会うるせえし、違いますよ。一生懸命ペン持ってネタノートに書いてたんですよ。だからほんまにやんちゃしたこともないし、僕こう見えて小学校で受験して進学校行ってるんですよ。へえー、中高一貫の受験絶対頭にいいもんな。いや、そんなことないんですけど、だから、うん、あ、すいません、あの、いや、とりあえず、いただきます。どうも。だからジャックナイフとは名ばかりの、そんなあのなんていうんですか、こう、まあ、自分で言うのもあれですけど、生意気な芸風とか笑いがちょっととんがってるっていうだけで、やんちゃしてたとか、なんかそういう喧嘩をしてとか、そんな全くないんですよ。じゃあもうそういうイメージが先行してた時ってめっちゃ嫌だったろ。なんか期待されるだろ。そうですね。でちょっとそれに乗っからんとあかんしとか、まあ、そうそう、はい、だカンペでなんかもうちょっと睨んでくださいとかありましたもん昔。そうだろ、はい、安風が言ってもなんかあいつもさ、芸能界最強とかってさ、なんか先行しちゃってっからさ、はいはいはい、そうなんですよね、そうなんですよって言われすぎちゃって、もう50ですよって大変なってない。でも勝俣とかって言うと、今勝俣好きじゃん、そういうの、はいはいはい、やったら誰が、お前60と50の喧嘩を見て誰が強いっておかしくねって。だから僕50でもう49なんで、うんうん、その世代ですけど、うんうん、もう喧嘩なんて全くやったことないです。だってお前酔って盛り男行ったらさ、わーってこう来るだろう、サラリーマン。だから小沢さんなんか来ないじゃないですか。来るサラリーマンが。もうビビって来ないでしょ。年末年始だ。ああ、もうタが外れたサラリーマン。もうしつこいで。もうほんとイラッとして、昔だったらぶん殴ってるの。昔はやっぱいろいろあったんですか。昔なんかはもう別になんかあればすぐ喧嘩だもん。ここ20年前ぐらいまでは全然ルールちゃいましたもんね。全然違う。でね、もうだから30年前で30だろ、うん、これぐらいの時はもう全然いいぞ。渡さんがさ、あの俺片桐隆二さん、あの昔ピラニア軍団にいた、飲んでて出会って、あ、ちょっとお世話になってるわって言ったら、みんなピラニアが、おい連れちゃんがヤクザと喧嘩してっから、お前追いに行かなきゃダメだって、みんな集まれって言ったら、俺お前来るなって言われて行ったらしいんだよ。じゃあさ、渡さんが、3、4人とこうヤクザと殴り合ってんね。そしたらヤクザがさ、先生やっぱ強いじゃん。で、応援来た。ピラニングがガー来て、歌舞伎町の区役所通りで、ダーって殴り合ってる時に、ヤクザが、てめえらどこのもんどこの野郎って、トレだこらって言ってたんですよ。っていうか、渡瀬さん、ほんまにすごいんですね。横浜でヤクザと思って拉致されたから、常さんを救いに行かなきゃいけないとか、なんか、そんなの昔よく聞いてたよ。それはなんか見た感じは、すごくこう、なんですか、まあ、もちろん間違ったことは許さない、しかし温厚だ、みたいな感じですけど、そうでもないんですか。温厚だと思ったことないで、奥知ってるから。そうなんや。もういいと聞こえたら、ああ、どうも、渡瀬さんってこうやるけど、奥知ってるから。皮かぶってるだけだよ、狼が羊の。全然だよ。あ、そうなんですか。お笑い界の怖い先輩、まあもちろんね、小沢さんもいろんなお笑いの人とも一緒に仕事されてますけど、うん、そう、怖いっていう感覚はあんまないですよね。あんま、ねえ、あんまそんな言ってこないんじゃない。怖い先輩とか、なんかそんな、なんでしょう、なんかどつかれたとか、そんなことも一回もないですし、なんか言ってても、すべてお笑いにこう、はい、な、吸い替えるじゃんか、はい、だから逆に言うと、こうストレートにちゃんとぶつからなきゃうまくかわせる。ああ、そういう感じもありますし、
まあみんなそうですね、柔和ですね、はい、やっぱさんまさんとかってさ、はいはい、たけしさんとかってさの所作ってさ、俺らの大先輩に近いよね。あ、そうですか。たけしさんは何となく分かるんですけど、さんまさんもやっぱそうですか。やっぱさんまさんもそういうのもあるし、はい、あの人の発言で何言っても自分は全部責任取るよっていうタイプじゃん。はい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 、俺はこうだけど、そう間違いないっていうさ、あの女問題でも、なるほど、相手が開けていいじゃん、俺だろって言うじゃん、うん、ああいう所作が、あの二人、タモリさん会ったことないから、ないですか、うん、スリーの中で、はい、あの二人はなんか俺、先輩に近いなって思うよね。だって、たけしさんだって、前はだって二丁目とかさ、はい、手にお前こんな札とかと思って歩いて飲んでたからな、たけし君だって一緒に、で、こう全員にこう、な、タクシー代っつってこう渡したりとかさ、で例えば今笑っていいのがあります、うん、小田さんが出ます、うん、次友達紹介ってなったら、うん、誰紹介するんですか。誰紹介する、その時の、はい、まだあのいまいちもうちょっとテレビ出れいのにで後輩がいたりするのは呼んだりする。ああ、そうですか。俺のキャラも結構さ、もう俺こういうキャラだから何でも寄せられたりするね、はい、映画の舞台挨拶とかでも柴大輔の娘ほんといい芝居してくれて、うん、で俺口説いたらさ、柴大輔さんの娘さんが女優さんなんですか。うん、ですっごいいい芝居で、片瀬里乃さんと向こう張ってリノネを認めてたけど、リノネのすごい芝居、あいつの受けがすごいからさらに泣けんだよ。で俺すげえ感謝してるわけ。あ、だから舞台挨拶の1回目は呼ばれなかったんだけど、なんであいつ呼ばねえのって呼んで、でマスコミ来てんじゃん、だからさ、え、誰だろうってみんなが思うじゃん。だから、いや、すげえあいつ経営買ってかわいくてさ、口説こうと思ったらさ、父親島大輔だよ、大きくなったらあの女やだもん、うん、言うと、はい、アップくるじゃん、はい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 、でもうヤフーニュースだな、SNS だな、小沢仁志経営を口説く父親島大輔みたいなバンバン飛ぶやんか、はいはいはい、恩返しだと思う。なるほどね。はい、で、そこで俺が何かまた言ってんのかと思われるだけだから楽なの。え、仲いいところは誰なんですか。例えば翔さんはどうなんですか。翔さんだと悪くないよ、めったに会わないよ。あ、そうですか、うん、まあまあそんなね、もうその年になったらそんなベタベタはね、いや昔から一定の距離感があるけど、はあはあ、なんか信頼関係があるみたいな感じ、大人。あ、竹内力さんは、力は面倒くさいからいい。そうなんですか。あのね、天上天下唯我独尊だから今でも、あ、そうなんですか。いいですね、リクさん。そうだから俺は疲れんねん。へえ。あ、みんなみんな手をやってるもんね。あ、どうす。でも小田さんってそう見えてそうじゃないですもんね。うん。すげえ気遣いの人ですもんね。まあちゃんと見ると、だから後輩も、はい、俺が今一緒飲んだり集まったり誕生日会に乗ってる、はあ、いや元部屋塚で山内由紀、勝也、まあ弟と、はあ、役者はこれぐらいじゃない。へえ。ミュージシャンもいるんですか。ミュージシャンはクレイジーケンバンドの横山健さんだけど、はいはいはい、その還暦記念の時も書き下ろしを書いてくれた、はい、俺がね、なんかね、会った時に夢は俺が主演する映画に書き下ろしの健さんの新曲エンディングでって言ったら、まさにそのタイミングが来たんですけど、2つ目で、あ、わかりましたっつって書いてくれた。年代的には同年代ですか。健さんの方が上。あ、上なんですか。1つ2つ。ケンさんはもうクールスですよね。うん、そう、ケンさんは酒飲めないんだよ。あ、そうなんですか。クールスの時の飲み方が激しすぎて体を壊して飲めなくなった。それが嫌でやめて、なんか横浜に帰ってきて、港の荷卸しかなんかのバイトやってる時のバンマスとか、その時のメンバー何人もいんねん。それがバンド組んでクレイジーケンバー、まあその前にもバンドやってて、最終的にクレイジーケンバー。あ、そうなんですか。最近ね、ケンさんね、あのなんでカルアミルク2杯まで飲めるようになった。え、あっちの方は女優さんは、仲いい女優さん。女優はね、昔からしてるの鈴木沙和とか、はあはあ、女優とかってあんま出会わないじゃんか。ああ、そうですか。まあ、あと稲森泉とか、それぐらいじゃん。まああとは名前がこうまだ出てないのはいるけど、なるほどなるほど。へえ。ほんとに業界関係じゃないところの友達が多い。まあ、俺も全くいないですけど、でもその日本は各地にいる小沢会は楽しいですね。
見てくれがね、なんかヤクザの通り見えちゃうんだよ。いやちょっとダーグ東北の温泉行こうかとか、ね、ちょ四国の、いや四国のね、例えば四国で美味しいもの食べようかとかだら、みんなこうよこう集まってきてくれるわけでしょ。まあ、でもね、四万十に美味しいものうまいんだよ、はい、銀シャリとか最高なんだよ、はい、飯、はい、でもね、あそこ行くとね、俺は死ぬな。やばいんだよ、やっぱり四万十酒。昔は日本酒だったらしいけど、俺行った時にこうコップでビールで、ビールが優しくしてくれて、20人ぐらいいるんだけど、え、もらって潰れて飲んで、向こうも飲んで乾杯して、結局1人に対して2杯ぐらいで、次に行くと3杯飲むんだよ。だってお前、え、5時に飲んで8時に死んだんだから、3時間でビール300本だ。小沢さん、本も書くじゃないですか、うん、そっちはどうやってるんですか、自分でやってるんですか、それともそのなんか作家的なブレーンがいてとか。いや、自分で書いてる。あ、そうなんですか。うん、自分で書いてる。今も書いてるけど。あ、そうなんですか。それは パソコンでこうやってやるんですか。そう、パソコンで台本書く以外使わないもん。あ、でもやるんですね、パソコンで。やるやる。はい。でもしばらく2年ぶりにパソコン迎えようと、あれちっちゃいっつってどうやって打ちゃいいんだっけみたいな忘れ、しかも俺パソコンこうやってやったろ今、はい、俺こうだから。まあまあまあね、まあまあ、でもそれでも、でもそうなんですね。書いてるよ。あとスタントのなんていうんですか、このこ車こう来てこの下潜り込んでとか、そっちもこう考えはるじゃないですか。それはこういうのやろうってあんまり台本に書くと止められるから、はい、はいはいはい、あ、書かずに、そう、大体こうなってってこれ跳ねれるってあるけど、どうする気って聞く程度にしてる。でも俺それはアイディアって大体プライベートで浮かぶんだよ、本当に。だってなんか鉄板背中に入れてそれで滑り込んで火花出してとかいうのがね、とか、あれは北海道で滑って転んで交差点出た時タクシーが俺にぶつかりそうになって、回ってバンパーで足やって延々俺を引きずったまま交差、急に止まんねえからさ、行った時に俺引きずられて、あ、ここで銃でガンガンガン、これだなみたいな、そういうアイディア。そういうことなのね。そう、普段の生活で。そう、はあ、台本に書かずこれやるぞってやるわけ、うんうんうん、で良さがねえと、あれカンスタントじゃねえとさ、寝てて役所を引く、うん、引きにアクセル踏めるやつって、うんうん、ね、いないじゃん。あれハイエースかなんかでガーッ来て、そうそう、誰がやるんですかって、はい、お前これ事故起こったら誰が責任取るんだよって、プロデューサーが僕です、はい、じゃあお前がアクセル踏めよで踏ました。あれプロデューサーなんですか、運転してんの。嫌だったって言ってて、なんかね、見えないんだって。そう、見えないですね、ハイエースだから、はいはい、ガーンって言った後、どうなってんだろうってズズズズって言ってるっていうので、めっちゃ嫌だったっつって。そりゃ嫌でしょ、ズズズズの中アクセル踏まなあかんねんから。はあ、でもそういう日常で北海道で雪で滑って転んでとか、うん、そういうことがそうやって生かされるんですね。そう、それとか例のあのニアムに越した時も札幌にいたから会いに行って、うん、はいはい、店で会ってなんかバレンタインデーでチョコレートこうもらったわけ、はいはい、で帰る時にものすごい猛吹雪で、はい、店からホテルまでもう歩いて5分ぐらいだよね、はい、吹雪で景色分かんなかった、はいはいはい、遭難しかけた、はいはい、で、やつに電話したわけ、はい、やべえ、どこにいるか分かんない、俺遭難するかもったら、今日あげたでしょチョコレート、それ食べて生き延びてって言われたから。あー、素敵な、さすがやろ、素敵なワンシーン。素敵なワンシーンですね、それは。すすきのど真ん中で遭難しかけてチョコレート食べて生き残るかお前か。コンビニ入って買うわ、チョコレート。これからジュニアはどこに向かおうとするのか。あ、やっぱりもう一回、うん、ちゃんと、売れたいですね。うん、はい、これからジュニアはどこに向かおうとするのか。あ、やっぱりもう一回、うん、ちゃんと売れたいですね。はい、先輩方のいろいろすごいエピソードはいっぱいあるんですよ。あるだろうな。はい、それはめちゃくちゃね、まあ、有名な話から、うん、あ、例えばさんまさんが若い時に信号待ちしてて、うん、でチンピラが「おいさんまやんけ」でバーンってケツ蹴られた瞬間に、信号待ちしてた信号が青に変わって「ナイスキック」っつって渡っていった。うん、俺それも聞いた、ね、すごいよ。これはやっぱね、
あーって普通になりますもんね。すごいよね。反射的に芸人っていうのはやっぱすごいですね。あと松本さんと、うん、キム兄と、うん、俺と3人で、うん、旅館に旅行で泊まったんですよ、うん、で旅館泊まって朝食会場まで結構遠かったんですね、うん、ほんでこうみんな3人で昨日も楽しかったななんて言いながら旅館の浴衣で朝食会場まで向かった。ほんでそこの朝食会場の入り口で結構距離あったんですけど、あ、お客様すいません、あの浴衣では入れませんので朝食会場に部屋に戻って私服に着替えてきてくださいって言われたんですよ。旅館ですよ、だいぶ歩いてきて、それやったらもう最初に言うといてよみたいな。どうしようかなと思ったら松本さんが一言、え、俺の私服浴衣やったらどうすんの、どうぞ。すごいね。多分あれだよ、3人が反射に見えた。いや違う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 君にもいたやろ、あいつ反射みたいな感じで。今後です、どこに向かうんだ。いやでもこうやっていろんなコンテンツがこう増えて YouTube も僕もやらせてもらってて、すごいこう自由やし楽しいじゃないですか、うん、でいろいろそれこそネットフリックスとアベマとか、あのもういろんなこうあれですけど、やっぱりもう一回ちゃんとテレビで売れたいですね、うん、はい。え、違う意味で、はい、今でも十分。いやいや、もう、はい、そうですね。俺なんかは、はい、一観客として時々思うの、最近さ、吉本もさ、すごいなと思うのは、芸人の人たちが朝の番組 MC やるじゃん、はい、いや、来るためにはそれもわかるけど、はい、みんなの漫才見たいな、はい。でも我々やっぱ吉本ありがたいのは劇場があるんで、あ、俺も今日もだから、うん、サンステやってここなんで、あ、劇場でか、はい。だから言うてもルミネであれもう今日でもパンパンですから600ぐらい、だから1800人ぐらいの前では一応やらせてもらって今日今に至りますから。でもそれをテレビでやってほしいね、はい、ね。そういうの方がなんかこうバラエティ作る人たちも、たけし城も結局はさ、まあ、配信とかじゃないと作れない今の地上波は、ね、なんかないのと思うよ。戦闘車もね、あれテレビで地上波でやってほしいよな、あんな感じじゃない、ね、俺でも一番戦闘車2だったろ、はいはい、2まで一番痛かったの、ナイナイの仲間じゃん、矢部と一緒にさ落とされた、15m、はいはいはい、マジ俺よかったか、やめたかってやってと思って、はあ、運転席とやべ運転席、はあ、これ助手席だよ、はあ、いや運転席物がいっぱいあるからやべ危なくね、はあ、俺の方が慣れてから変わろうって変わったけど、はあ、正解足を痛いているのがグワー運転席が、はあはあ、あれマジ痛かったのよ。へー、あの落ちてから後ろのバーンなんか慣れてからどうでもいいんだけど、はあはあはあ、これめっちゃ痛かった、やべも、なんかやべも痛かったんだろ、きっと、はあはあ、やったことない、はあはあはあ、なんか変わってもらって本当すいません、なんか今日で戦友になれた気がしますって。どんな戦友へ、あでもそうなんすか、これは痛かった、それでも変わってなかった、やべはそっちの素人やからやばいですよね。危ない、俺でさえなんか足挟まるかと思った。でも昔のバレンティっぽいよな、あのプロデューサーのこれ大丈夫やろみたいな、あのサタがさひっくり返った時、ねえ、あれはほんまに俺もちょっと終わった思いましたね。だけどさ、カメラ来る時さ、出てきた、カメラ来るぞカメラ来るぞってサタもすげえな、ね、反射的にな、ブラブラなの、お全然大丈夫ですよとか言いながら、次の戻ってきたらこうなってんだから、なかったわ。ほんまに終わった思ったら、そんなサタ別で終わったんですけどね、この間あれ、何度終わった俺、知らないサタよくこの辺でも飲んだことあるんですよ。あ、ですか。誠治元気、誠治もさっきも一緒、さっきまで一緒でしたけど、ね、それ神戸だ、はい、元気、めちゃくちゃ元気ですめちゃくちゃ元気ですね。なんかえらい楽屋で電話して、なんかおー、ほな何時にとかって今日約束してましたけど、あれ女ですねまあ、あいつは来れない顔してるよまあなんか特殊ですね、うちはうちで、まあ全部特殊でしょうけど。俺でもなんかさ、ダウンタウンでさ、はい、兄弟出てた時、はい、やっぱりジュニアは兄貴立てんだなと俺思ってるもん。ああそうですか、うん、はい、あのお前の出方が
一人だったらこうじゃねえだろうっていう感じがするもん。ああなるほど。政治を立ててるやろ、どっか。あると思いますね。うん、兄がこう言ってっから、あいいやみたいな。それを俺見てて分かるもん。あやっぱり弟だな、兄貴を立てようと思ってたな。どう、やっぱ弟、あ俺のこと立ててきよるなとか、そういうのやっぱあるんですか。俺は、それもあるけど、俺が数を立たすために俺がボケないと、あ突っ込めないみたいな。うるせんだ兄貴って突っ込めないのがあるから、わざとそういうのやってるのもあるけど、政治って何も考えてないお前のこととかあ、うん、お前と俺ちゃんと変わってくれてんだって、じゃあ政治がな、ジュニアを拾うと全く考えてないお前見てると。そうなんですよな、そうなんですよ、あいつ、それがまああいつですからねあいつあれやろ、お前家にいたのにこうやっておかずがあって、はい、2人でやって、はい、最後に1個絶対取るタイプそうですねな、はい、俺見てて分かるもん、政治は自分のことしか思わないそうなんですよ、だから変なコンビというか変な兄弟ですね、うちはうちで、はい、まあそれぞれ違うやろうけど、はい、まだほら兄弟だからさ理解できるからいいけど、はい、血がつながってないであれだとちょっとイライラするとかね。そうですね、どうでしょうね。なあ、コンビって難しいよね。不思議ですよね、こんな仕事あんまりないですもんね、おっさん同士が。しかも何十年も一緒だろ、変な仕事ですよね。だからバラエティー出たてでダウンタウンと初めて見た時に、ふーっと二人別々行くじゃん。でタバコ吸うからあの浜ちゃんで、マッチャンスはねえじゃん、だからこう分かれてたの、仲悪いのかなって思っちゃう、はいはいはい、初めて見た時、はいはいはい、いやそうでもないんだろうけども、なんかね仲悪かったらできないですね、やっぱり翔さんとさ中野英雄とかでさ、はい、なんかこうバレてる足なの、はい、必ずあの千原兄弟とやった翔さんのキャンプめちゃくちゃおもろかったです、伝説のめちゃくちゃおもろかった、すごい、あれどういうキャスティングであのメンツが小沢さん、翔さん、ほんで中野英雄さん、ほんでうち兄弟で、うん、おもろかったっすねあれ。いやでもあの時ジュニアとかさ、はい、大丈夫かこれ番組なんのかほとんど使いでいいじゃんって言ってたもんな、はい、だってそれこそ翔さんなんでも4時ぐらいに河原でも熟睡してました、寝てたもんな、ね、主役あれは。今絶対バレて全部できないけど、長野秀夫がよ、川の向こう側の女が差し込んだのを言ってさ、ナポ行ってこいって言って、入っていってあいつこう流れていってさ、はい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 、あいつ大丈夫かって、飲んでか気にせず向こう側に行ってまだナンパしてるじゃん、はい、あれすごいよな、やばかったさあれ、やばいよな、だいぶ飲んでました、川流れてくんだから流れは結構急だった、めちゃくちゃ見た感じ穏やかやけど入ったらやばいやつああ一番事故るパターンだね、とか言って流れていくね。今テレビそんな映像流したらアウトだよな。ほんで吸い替わりするぞー言って、吸い替わりして棒あんのかな思ったら、翔さんが持ってきた日本刀でスパーって横に切んのかいああいうの見たいよな。まだね。いや、小沢さん言いましょうよ。なんか、バイクで、うん。あ、それいいね。キャンプとか、YouTube で。いいね。はい。キャンプ行こうよ。ね。あれなしだ。あの、打ち上げ花火の野球。あれはお前、行ってえから。翔さん、俺当てたもんな。すごいわ。でもやっぱり、いつまでたっても、その先輩後輩は一切変わらず怖いですね。特にヒデは翔さんのと、ね、一世風靡。ヒデだって俺はあいつが役者になる坊やみたいな柳場についてたんだ、はいはい、ジョニー、あのジョニーっていうのは昔の柳場してるやつしか知らないんだけど、ジョニーっていうのは昔からジョニーと翔さんってぶつかってすっげえ長い。でここでヒデが間に入ってすげえ苦労してて、いつも言ってたもん、あいつが俺あの二人いつか見たら俺に返してるで公園で腕立てしてやったりこうやったりやってて、あいつがチョロでデビューしちゃって、やったなお前って真っ先に喜んだんで俺なのに、あいつすぐ天狗になってお前20年ぐらい干されたからな、お前。あ、そうなんすか。ほんとあいつひどかったもん、うん、現場で。あ、そう。名誉にてめえこんなこの業界でいけるなくしてやるぞってめえ、あーとか
で俺が現場にひねってめえ何調子こいてんだお前って言ったら、俺ら見ろ俺が怒られたじゃないか先輩に言うと周りに怒んねん。へえ、ああそういう時期もあったんすか。お前も生きてねえぞこの世界で。案の定やりすぎて、あいつ復活したの40ぐらいで。あ、そうですか。映画、ご一緒させてもらったんですよ、うん、その時はもうめちゃくちゃ優しい、やりやすい、復活したと。ああ、なるほど。もうチョロも出た後だから、まあ気持ちは分かるよ、見返してやろうと来たじゃん、で事務所だからガーって来たわけじゃん、だから分かるけど、まあでも普通はあんなるよ。でももうちょっと、まあ俺はたまたまラッキーだった。そう思ったら息子さんすごいですね、うん、そんなならずにというか。いや、反面教師が目の前にいるから。そういうことなんですね。そういうことだ。ああなる前と思ってる。師匠じゃないですか。で、誰になる。うわ、板尾さん。板尾さん。どんなような感じで、なんかいろいろ教わったの。いや、板尾さん別に何を言うわけでもないですけど、僕がずっと後ろついて歩いてる、それは15歳ですね。板尾さんは22とか3とか。今あの人なんかこう役者とか、はい、なんかそっちの、はい、そっち行ってるな、まあ、もう俳優さんですよね、うん、はい、監督もされてますし、うん、はい、それは先輩の引っ越しを手伝うっていうのが後輩の、まあなんていうの、当時ずっと若手芸人が先輩の引っ越しを手伝うっていうのがあって、である先輩の引っ越しを手伝って、その引っ越し終わったぐらいの時にそのマンションの、1階の引っ越しだったんですけど、9階に板尾さんが住んであって、あ、終わったかみたいなんで来はって、ほんで若手10人ぐらいいたと思うんですけど、なぜか10人の中でお前明日俺買い物行くから2時に、903号室迎えに来てくれって言われた、そっから始まってですね。お、まあ、それなんかやっぱ引っかかったから言おうと。いや、なんかまあ、一番この中で目つき悪いやつやったみたいな感じですね。そういうの引っかかるんだよ。あ、そうですか。あの昔やろ、はあはあ、今だと、はあ、あ、これ下げとこう、はあはあ、なるじゃん、はあはあ、お前ちょっと人当たりいいからなるじゃん。昔はね、そういうところが引っかかる。へえ、なんか同じような感じだし、あ、気になるのはいいじゃんみたいな。はい、あ、そうやったんですかね、うん、だって俺の当時のバーとかにいた人間も役者やってなかったらどうなってるか分からない行き場がね、はいはい、この仕事に出会ってみんな真っ当になっていったんだ、はいはいはい、だからそういう人間って同じ匂いがすると好きだ。ああ、なるほど。そうですね、10人ぐらいいる中にもうピンポイントで俺やったんで。あとはじゃあ周りにいるのがさ、先輩とかって言ってさ、こう先輩、ああ、でも俺はそういうの関係ねえからっていうのを引くんだ。あ、先輩って、あの先輩とかうせえもん。あ、そうですか、うん、あんま好きじゃん。だと全部自分でできる。あ、そうですね、もうそっからだからもう35年前ぐらいですね、それが。はい、デビューしてたから。あ、もうでもそれがデビューか。もう15なんで。さあ、長いな。で、これからどこを目指すんだ、ジュニア。ああ、言ってたな。もう一回テレビ売れた、はい。でもそれはどういう売れ方？いや、それはいろいろ、いろんなまだやってないこといっぱいあるんで。例えば？いやいや、そうやってもうがっつりテレビでがっつり俺がメインで、それこそ一人誰か読んで、差しでみたいなことの毎週とか、うん、あと、そうですね、大人数を仕切るとか、いろいろこうやってみたいな。大人数、でも仕切ったこと、まあ、まあ、ありますけど、はい、まあでもいろいろやってみたいですね、テレビも。一人で誰かゲスト呼ぶっていうのはまだやったことがない。いやいや、ありますけど、はい、もう一回、はい、まあそうね、あとロケもありますしね。ロケもやりたいなと思いますし。いや、まあ、まあまずはでもとりあえずはもう一回あのキャンプですね。キャンプだな。あれは YouTube でやらねえとダメだな。あれやりましょう。え、その時はさ、はい、みんなで日光行かけようぜ、はい、そしたら俺が翔さんとか引きでとか、はい、僕小峠仲いいの。仲いいです。クッキーも仲いいです。小峠とかクッキーとか。ああ、いいですね。ビデオ呼んで、あ、やりましょう、やりましょう。バイクそれいいっすね。あ、それやりましょう。これ YouTube 収集つかなくなって。それやりましょう。
これをそれぞれのチャンネルが同じでもいいじゃんか、はいはい、時系列で分けてもええし、はい、それをやったら3時間やったら30分ずつで地上波で見れない。あ、それやりましょう。めちゃめちゃ豪華ですね。うん、ちょっと近々じゃあそれで言っとく。翔さんと秀で翔さん、秀夫さんで小峠とクッキーはジュニアかっこよかったわ、はい、その6人でぜひあやりましょう。お願いしますもう地獄のキャンプぜひ皆さん近々交互行きたい。本当ぜひねこれ実現したいね、はい、やりたいね。お願いします。あの夏終わってからでしょ、秋ぐらいがいいね。あ、いいですね。あの心地いいじゃん。あ、いいですね。交互期待、交互期待、これ実現しよう。今日はありがとうございました。ありがとうございました。すいません、ありがとうございました。さちえちゃんとありがとうございます。大人の時間へようこそ。この場ではいい大人の悩み事、恋愛相談、たまにはたわいもない話で盛り上がる場です。さて今宵はどんなゲストが来るんでしょうか。あ、早速今宵のゲストがいらっしゃいました。いらっしゃいませ。いらっしゃいませ。マスターよろしくお願いします。はい、お願いします。マスターのジョニーです。ジョニー、ジョニー、ちょ、あ、まあ、ジョニー感ありますね。ちょっとまあ俺が呼んでるジョニーは若干こっちなんだけど。どういうことなんですか。小ジョニーですか。小ジョニー、リトルジョニー。俺がコジョニーで、うん、こっちはビッグジョニー。あ、こっちの方がでかいわけです。こっちの、こっちがじゃあ本体なわけですね。そう、こっちが俺を支配して。なるほど。こっちが本体で。こっちはコジョニー。こっちコジョニー。コジョニーで支配されてるわけです、ね。そうなんです、ね。下にの、もういいですよ。もういいですよ。コジョニー。ところで、お先は何を。あの、じゃあビールを。バーでお前腕の振りどころがねえの来やがったね。ちょっと今日一杯目なんです。一杯目はちょっとさすがにビールです。すいません、じゃあビールを。はい。一応ね、マスターなんだけど、はい、敬語使うのよ。どういうこと、ま、マスターですよね。一応マスターなんだけど、こう、はい、バーテンなんだ、なんだけど、そうですね、敬語使う。敬語使う。なんで、はい、新しいシリーズでも、早く1回目のゲストです。ええ、ありがたいですね。よろしくお願いします。はい、いやいや、もう本当にあんまり YouTube 出ないもんな。そう、もう本当、もう友達とかでもそれぐらいしか出ないですね。の、はい。いや、今日はもう大沢さんと酒飲んだらいいって言われたんで来ました。そうそうそう、楽だろ。楽ですね。ただ回ってるから、まあ編集ではなんとかなるけど。気をつけろよ。俺は気にしないからさ、そう。僕も全然全然全然、全く何も問題もなく。まあ。ここがね、あ、すみません、本当はね、はい、すみません、うちの得意はカクテルなんで、はいはい、これね、僕も、うん、ね、知ってるよ、これ知ってます、知ってます、うん、これは、あの、姉ちゃんを軽く言わせるにはちょうどいい。いや、そう、飲みやすいですから、飲みやすい、知らない間に飲んでる、飲んでると結構来る、そうですよね、とりあえず、あ、すみません、お疲れ様です、お疲れ様です、こっち、あ、ウイスキーですか。ウイスキー、バボン、いいっすね、バボン、60度だよ。60度、60すごいっすね、うん、仕事中に飲む酒じゃないですよ。仕事じゃないもん、これ。あ、そうですか。仕事だと思って YouTube やったことがない。ああ、そうなんだ、うん、YouTube いつからやってるんですか。いつだろう、もう2年。ああ、結構やってる。2年ぐらいかな。へえ。若い時がこう、なんかこう突っ張ってるじゃん、はい、余計なことやりたくねえとか、お前役者っぽくねえよとかってさ、そういうのをこう省いてきてて、還暦になった時にこんな大人だし、あと何年聞くか分かんないから、今までこう省いた分を楽しんでやれるんであればいいのかなと思って、最近あんまりそう、なんか来たのを、あ、ドラマは別だけど、バラエティとかこういうのとかは昔ほどない。あ、そうなんですね、うん、その垣根がなくなったわけですね。ないね、今あんまり。いや、でもあるぜ、たまにさ、還暦になってるのに、なんか昔のビーバーパルスクールみたいなんで、学生服着てもらえるんですよ、学生って言われると。あるんですか。お前、還暦の
学生服はもういいだろ、俺45まで来たんだから。いや、この間一緒のコントの時ブレザー着てたじゃん。お前が着てたんじゃねえか。あれなんかさ、優勝したのあれ。いや、優勝とかじゃないですよ。ないだろ。別に、ね、勝ち負けとかあったのあれ。いや、あ、勝ち負けはどうなんだろうな、あったのかな、どうなんだろう。いや、これチラッ見た、あれ大晦日じゃん。ああ、で見せたら、うん、他にも何組かあったじゃん、うん、で、小峠が書いたコントの、はい、さ、はい、やつの中でさ、うん、キャストの違いでさ、はい、なんか違う圧がありすぎちゃってさ、コメンテーターがさ、何も触ってこねえよな。いやー、あ、そうなんすか。他でみんないたじゃん、はいはいはい、俺ら知る時いなかった、はいはいはい、あれおかしいんじゃなんだかんだって言ったけど、俺らどれも突っ込まない。いや、そら、あのメンツ見りゃそうでしょうよ。あのメンツ勝ちやな。やるのも楽しかったよ。あ、ほんとですか。コント初めてやったの。あ、ほんとですか。いやいや、ありがたかったです、ほんとに。面白かったです。難しいな、コントな。あ、そうですか。だってコントって、真面目にやってりゃいいんだけど、ほんとはね。はい、いや、ほんとってそうじゃん。はい。でもなんか、何回も練習やっちゃうと、受け狙おうとか、行ったりするじゃん。なるほど、なるほど。だから、リハーサルやったじゃん、はいはいはい、で、どこまで遊んでいいのかなって言って、いやいや、これ真面目にやってくれって捨てていって、結局残ったのって圧だけだよ。圧のみ。圧まあでも楽しかったね。あ、いやいや、ありがとうございます。え、だから小峠はもういくつ？もう46っすね。46、デビューで、うん、何年、それ二十歳からだから、だから二十歳からやってるのも26年ぐらいになるんですかね。食えるようになったのが。食えるようになったのが36からなんで、まだ10年ぐらいですね、食えるようになって。10年。長いな、やっぱ食えるようになるまで時間かかるよな。まあそうっすね。かかりましたね、僕は、本当に。俺もだから二十歳でデビューしてるけど、本当にバイトしないで役者だけで食えるようになったのって30超えてからじゃん。あ、マジっすか、うん、あの、そうインパクトのあるドラマに出てるから、見てる人って、いや売れてるよねって勝手に思うじゃんか。で、それがすげえ立て続けに続くってわけでもない、間が空いたりするわけだから、きついって。この間あの山下真司さんと一緒だったんですけど、うん、やっぱスクールウォーズの撮影大変だったらしいですね。大変だよ、ラグビーは大変だって、ね。でも寒かった冬の中、あの短パンね、半袖で震えながら収録してっつって。でもそういうとこあるよ。冬に夏もん、夏に冬もんとか。ああ、そっか、うん、やっぱ役者さん大変ですね、そこね。いや、役者やってる時が一番いいのは、夏はチンピラ、冬はカンプ。ああ、夏はチンピラのがダボとかで薄着じゃん、冬は寒いからスーツ着てたりじゃん、幹部じゃない。夏はチンペラ、冬は幹部。そうそうそう、名言っすね。いいっすね。そう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 。で、小峠だとその売れるまでの時間ってやっぱり結構大変だっただろう。まあもう本当もうバイトでしたね、うん、ずっとバイトやってて。だからあれなんですよね、そのさっき小田さんがおっしゃったように、そのスクールウォーズで金ない時にその仕事が入ってバイトに行けないっていう、うん、僕はなんかそのもうそのキングオブコントっていう、その大会で、それまでずっとバイトしてて、その日優勝して、そっからバーって忙しくなったので、だからその、なんつったらいいんですか、バイトをやりつつ仕事も忙しくなって、どうしようもないっていう時期がないんですよね。だから本当、ゼロから急にバーンって行ったので、あの、バイトの期間でとりあえず食えてたし、それ以降もまあ、終わりで食えるようになったので、なんかその、あんまりだからその、なんつうの、金にめちゃくちゃ困ったとかない。そうそうそう。っていうか、だってさ、若い時ってない時はない時なりになんか楽しんでた、ね。ああ、まあそうですね。うん。俺ら役者がもうほんと金、若い時金ないじゃん。はい。男4人ぐらい僕は飲み行こうっつってさ、うん。いくら持ってるっつってみんな出すわけよ、ポケットが。でもほんと1000円とかさ、一人やつ全部小銭なの。で、1万円さ出てくるとヒーローだからね。ああ。もうみんな、おーみたいな。で、4人でも2万いかないわけだよ。おー、そうですね。なのに、男4人で朝まで飲めてたりするわけじゃん。あ、で、結構楽しいわけじゃん。まあまあ、そうですよね。で、大人になってさ、お前たまにさ、うん、歌う後輩にさ、うん、ちょっと
先輩キャバクラ連れてってくださいよとか言われたらちょっとさ怒ったりするじゃんか。あの時何十万もかかるやろ。まあそうですね。まだビール。まだなんかあるんですか。もちろんあります。あ、もちろんあります。じゃあちょっとうちのバーテンダーの腕を見せるだしゃしゃがするようなのちょっと。そうですね。次じゃあちょっとなんか。栗なんかいいんじゃないの。なんか栗みたいな。いやいや別に。なんでその己の形状で飲み物頼まないといけない。あ、じゃあ何でしょうかな。こまめ。ん？こまめ小豆か。こまめ。いや違う違う違う、好きな飲ましてください。そう。こまめ飲んでこま。こまめ。こまめってなんだろう。あ、でも俺小豆でしょうか。じゃあ僕小豆で。はい、ありがとうございます。俺じゃあもうこれしょうがない。60度飲んじゃったら飲んじゃうかな。60ってどれ？これ。なんだっけこれ。ロブクリーク。バン。俺がガキの頃流行ってたバーバーがワイルドターキーで。あ、ターキーね、俺も好きっすよ。ターキーの20年もって見たことある、ラベル。あ、ないかもしんない。ターキー飛んでんね。飛んでるって。うん、ワイルドターキー。あ、飛んでるんですか。ほほと。飛んでるよね。昔のラベルの12年ものがこうちょっと飛んでるやつがありました。あ、そうなんだ。12年ものでゴールドラベル。そうそうそう、あれ12年ものなんだ。あれ20年じゃない。はい、飛んでんだ。沖縄で初めて見た、沖縄のバーで。はい、先週ぐらいに2日空いて、ひょこって、で、沖縄行ったんですよ。なんかそのロケでは多分もう5、6回行ってんですけど、プライベートで行ったことなくて。好きっすか、沖縄。俺第二の故郷だと思って。本当っすか。俺部屋借りて住んでたこと。部屋借りてた時。あ、沖縄っすか。しょっちゅう1ヶ月ぐらい行ってたから、ホテルにお手住まいだと高いじゃん。の当時でね、チャタンの方ね、海近くて、もうほぼ目の前なのに、ちゃんとしたマンションで 1LDK 駐車場付きで月5万ぐらい。ああ、いいですね。部屋あるから。で、向こう友達いっぱいいるから。で、その部屋でさ、冷蔵庫とか、電化製品ってめったにいないのに、なんか買い揃えるのって友達に言ったらさ、みんな冷蔵庫持ってきてくれてさ、友達でこうソープランドとかいろいろ気にしててさ、お達あんたうち一軒潰したからさ、冷蔵庫余ってるさ、持ってくわってソープの冷蔵庫来たり、タオルも全部来たんだけど、タオル全部紫なんだ。ソープランドのやつだから。うちの部屋のバスタオル全部ソープランド。冷蔵庫とテレビもソープランドだから。はそう。こまめ色。これベースのお酒テキーラになってます。テキーラなんだ。ありがとうございます。お待たせしました。テキーラなのかな。あんま飲まないですよね、こういう感覚でね。美味しいですけどね。いや、こうまあな。うまい。うまいんだけど、うまさの向こうにヤバさがちょっと感じるだろう。そうですね。ちょっとな。あ、ちょっと感じますね、狂気を。それだったらまだ俺のこれのもう全部が狂気だよ。そうです、狂気に、狂気飲んでるようなもんですよ。顔面狂気や、狂気飲んでる。まあ、だよな、よく俺らがな、なんでこう仲いいのかっていうより、まあ、同じマンションにいるからな、そうですね。偶然だからな、はい。自分も一緒だしな。そうです、そうです、そうです。姉ちゃんも一緒だっけ。ね、姉ちゃん一緒だったらやばいでしょ、さすがに。兄弟まずいし。姉ちゃんは共有してない。兄弟まずいですよ。兄弟はまずい。俺より一回上だろ。そうですね。で、駐車場もより1個上だろ。ああ、そうですね。ってことは何、姉ちゃんもお前が先。いや、そんなことない。そんなことない。それやばいな。やばいですよ。だから、僕は、最初、小沢さんって分かんなくて、エレベーターとかで、なんかたまに下とかですれ違って、なんか、僕のが多分先に住んでたんですよね。そう。で、小沢さんを見かけ出して、あ、ついにこのマンションにも反社が来たかと思って、反社だ反社だ、会うたびに、あ、反社の人だと思ってて、目を合わさずに行こうと思って、それでちょろっとなんか一回その顔を上げて一瞬見た時、あれこれ小沢さんなんじゃないかなと思って、小沢さんだよなと思って、で、さんまさんの番組で、スペシャルで、なんかなんか結構大型バラエティーでこう、何、貧乏チーム、なんか、お金持ちチームで、
顔が怖いチームみたいなので、僕と小沢さんが一緒になったんですよ。あ、そうだっけ。そう。お前やっぱ同類じゃん。いや、そう、でもカテゴリーは一緒なんですよ。カテゴリー。そう。で、その時に、うん、いや、小沢すみません、あの、ひょっとして今、マンションでさ、おぉ、そうだよ。そうだ、そうだ。多分その時が一番初めて。そうだね。はい。お、そうだ、お前もあれ住んでるだろう。お前何階だよ。そうそう、それで多分始めで、お互いにお前は反社だと思い、はい、俺はジムでも一緒、ジムも一緒だろうな。ああ、そう、ジムもね。でジムにいた時も交流がないから、あんまりプライベートが声かけちゃいけないなっていうのですれ違ってたのが、あっこから間違えた。ああ、そう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 、そうなんです、そうなんです。ただあれが3年ぐらい前じゃないですかね。でコロナ真っただ中だったから確かその時って、うん、でなんかまあ、開けたら飲み行く飲み行こうみたいなになって、うん、で開けて なんとなくこう緩和されて、でこう、まあ、飲み行かしてもらうようになったって感じですかね。俺さ、バッドシティ、うんうんうん、あったじゃないですか、出られて。ああ、ありがとうありがとう。ああ、やっぱ朝早く見に来てくれて。映画館で、まあ、めちゃくちゃ面白かったんですけど、うん、オープニングの風呂屋で、うん、めちゃくちゃ入れ墨入ってる人たちいるじゃないですか、うん、あの人たちって本物の人なんですか。ポリシー、堀氏の人なんだ。俺それ聞きたくて。あ、そうなんだ。今この時代で本物を呼ぶかい。いや、だから、いや、わかんなくて。でもどう見ても、その、いわゆる、その、ペイントとかではないよなって思って。山がペイントじゃん。はいはいはい、はい。あれを描いてくれる人と、出てる堀氏は別なの。あの、出てる堀氏がやったわけじゃん。はぁ。撮影やってる間に描いてるから。はぁ。あの、だから、サウナで入って、風呂に入ってた連中なのを、俺のやってた時代で、12時間、かかるね。うわ、え、かかるね。うわ、今もうエアブラシあるから。うわ、もう、ああ、すぐできるんですか。今何時間で。今で、山もあれで、4、5時間じゃん。4、5時間、それでも4、5時間。昔12時間ぐらいかかったんですか。うん、背中だけはいいよ、うつ伏せで寝てるよ。ここあるやろ。はい、じゃあ小沢さん起きて横向いてこうだろ。で、この前もあるじゃん。全然寝れないよ。うーわー。前の日の夜入ってホテルに、出番が何時からに逆算して12時間以上かけて入る。マジっすか。いや、俺それずっと気になってたんですよね。あ、ほんとっすか。堀氏はだってほらみんな肩で入れてるだけで、かーで、いるじゃん、入れ墨のにやって、はい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 、好きな肩で入れてるの、 あれ同好会じゃない、はいはいはい、そういう人たちに堀氏の亡霊で集めてるんだ。はぁ、書いてらあれ書くのかかるんだよさ。あ、そうなんすか。あんな全員あれ書いてたら、うん、そんな一人何時間も待って、そんな予算ない。なるほどね。昔は、うん、じゃあ本物の人が出てたんですか。東映の昔なんかもうほぼほぼじゃん。へえ。昔の東映はだってプロデューサーが現役のヤクザだったむちゃくちゃっすね。時代が違うの。すげえな。はい。ボンノさんってあのグレン隊から来て山美ジムに入った伝説の超おしゃれな、うん、ヤクザがいた。そのボンノさんのが東映にガーッて白いオープンカーでガーッて来て、すごいかっこいいスーツ着てボルサリのかぶって、その格好を東映のスターが真似してたんだ。へえ。ボンノさん、そのスーツどこで仕立てたいんですかっつって、なんだお前ら作りたいのか、おしおし来いって言って全部そういう人を作ってもらうとか。はあ、昔は違うよ。あとこれエンドロールあるじゃないですか、うん、友情出演と特別出演ってたまに出てくるじゃないですか、うん、あれって何なんですか。今回の友情出演、カズとかヒデオとか、あれは本当に何だろう、役は決まってる中で、はい、俺の還暦祝いだから、はいはいはい、行きたいっつって、ギャラはいらねえっつって、ワンシーンでもって言って出てくれてんで、はあ、友情出演しちゃう。あれってノーギャラなんですかね、友情出演。大体そう。大体そうなんですか。特別出演っていう場合はよくあるのが、エンドロールの最後に出る枠が一番こう特別枠っていうか大御所枠、
なわけだよ、はい、バランスの中で、はい、2人いた時に、はい、どっちが最後はってなるだろ。だもんでその最後に例えば最後に松方弘樹って出るんだったら、その前に梅宮達郎って出たら梅宮さん先輩だから、ほんで弘樹が前で俺が後は、じゃあ梅宮さん特別出演つけるんでこれで納得してもらえませんかっていうこと。なるほど。特別出演はそれが多い。そういうことなの。友情出演っていうのはもう本当に友情でギャラいいよと、マジで変なとこに入れるわけいかないじゃん。知らなかった。そうそうそう。いや僕なんとなく何なんだろうなとは思ってて、うん、なかなかそれ聞く人がやっぱいなかったから。そうだよな。だから今はどうなんだろう、事務所が、まあ事務所はどこでもそうかもしれないけど、昔は役者も気にしててエンドロールっていうのは一つの看板。はあ、そっか。だからいやお前ちょっとこんだけのメンバーが出てるのに俺のタイトルをどこで持ってくる気？うわ。だから昔のプロデューサーって、あすいませんけど中止めってあんねん、主役出て2番手出てこう出ていってダーッと来て1回開くじゃん、開いてダーッと出てまたダーッと行くじゃん、あの中止めでなんとか。プロデューサーはもうエンドロール決めるのにすごい苦労するんだよ。ああそうなんすね、面白いですね。わそれは知らなかった。ええ俺だってあるよ、だって面白いドラマとかって、今のドラマだとなんかこう合わないっていうか雰囲気がカチッとしたドラマとかだといいのかもしれないけど、そうじゃない系だと俺浮くね、いるだけで。それプラスキャリアが長いし、みんな V シネ、俺の嫌いな V シネ俳優とかだけそんな仕事はないからさ、役者だけじゃん。役者の前に何かつくのは歌舞伎っていう名前だけだからさ、だからそうやって分けられちゃうのも嫌いなんだけど、みんなそういうふうに言うじゃん、でそれだったらそれで俺はそこの看板背負ってんのに、俺がドラマ出た時に変なとこ名前出ちゃったら続いてきてる後輩たち、俺は申し訳が立たねえ。そっか、そういうのもあるのか。役者ってやっぱりこの出番と看板っていうのはすごい昔から、今あんま考えてない。事務所がうちの何が楽しいんだったら何泊まるでしょとかって事務所がやってるだけで、本人はそういう意識がないで、俺らの時代だから、そういうことを断ったの。まあほらなかなかさ芸人さんたちだと、うん、ドラマバラエティとかでエンドロールで名前じゃん、はい、ないじゃん。そうですね、全然全く分かんないから。分かんないだろ。分かんないです、分かんないです。もしかしたら吉本とかだったらあるかもしれないですね。僕は、うん、そのなんかソニーなので、うん、あんまり なんつったらいいんですか。ソニーって顔してる。いやそうなんですよ。一応ソニーなんですよね。ソニーって他にもいるのね。いますいます、ソニーはだからいますよ。あと、僕らハリウッドザコシショウさん、小梅太夫畜生、あの人もソニーなの。あの人だな。で錦鯉アキラ 100% とか、だからまあ、ハゲ、裸、白塗り、全裸、半裸、全部いますよ。うん。すごいっすよね。本当に全、なんかジャンルいるんじゃないですかね、うちは。だから、いや、そうか、だからないのか、舞台とか。舞台は吉本だったら同じ吉本くくりの中で、うん、こう芸人舞台に出してるからな。そう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 。なんだ、俺は真ん中かよ。ああ、そうですね。多分あるかもしれないですよ。僕は一応、あるんですけど、事務所ライブみたいなのがあって、それは順番くじ引きとかで決めてたので。おう。そうそうそう。あんま順番がどうこうってのは考えたことないです。おう。吉本は歴史が長いからさ。まあそうですね。昔だから俺が東西に完全に分かれてた時、もう関西の芸人が東京なんか行くのこの野郎裏切り者みたいな。でそれ芸人だけじゃねえからな、役者もさ、なんかで大阪行くじゃん、大阪の居酒屋飲んでたら、なんか金髪のヤンキーの姉ちゃんがさ、ああ東京臭い東京臭い、ええええええとか。マジっすか。マジに言われんだから。やっぱその姉ちゃんとかやっぱもう殺すんですか。殺さない。殺さないですか。殺さない。殺してたら今からここで YouTube やれてんねや。やっちゃってたかもしんねえ。別な、やるブスだから。でもクローズとか見るんですか。高橋さん
大好きで仲良くさせてもらってて、漫画でも持ってるもん、クローズも。ああ、そうなんですね。すげえ、石川さんすげえ可愛かったもん、ね。あとはもうどうやって足首を掴んだ。お父さんも、なんでですか。足を引っ張ってる。いやいや、足を引っ張ってるってそれ。そうしたら本当に引っ張っちゃダメなんですよ。ちょっとね、やっぱ特殊なんですよね、相方って。例えば、こう、先輩後輩っていう関係があるとするじゃないですか、うん、あと、まあこう親友とか、うん、じゃあ恋人とか、うん、なんかこういう仕事仲間とか、そのいろんな、こう、なんかこう人間関係のジャンルの中に、やっぱ相方っていうこのジャンルがあるわけですよね。うん、俺はその相方っていうのがないからな。ね、これやっぱ、いや、相方を持たないと、ちょっとわからないところだと思いますね。クローズとか見るんですか。高橋さん大好きで、仲良くさせてもらってて、漫画でも見る、持ってるもん、クローズも。ああ、そうなんですね。あとはもっとぶって足首を掴んだ。お父さんも、うん、なんでですか。足を引っ張ってる。いやいや、足を引っ張ってるって、そうしたら本当に引っ張っちゃダメなんですよ。トーケさんって、V シネとか見られるんですか。見ます、だから日本統一とか、なんか見てますね。うちはほらマンションが一緒だから。あ、そうそうそう、小沢のレンタルビデオがあるからそうよ、はい、か、これ見たいっていうのをちょっと小峠のポスト入れとくと、うん、俺のポストに返却してくる。そう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 、あれいいですね。あれ楽っすよ。あれ楽だろ、はい、今度ね、一回小峠に見せよ、見せたヤンキーもんで、俺監督したね、喧嘩の極意っていう。喧嘩の極意、これね、めっちゃおもろいで。小峠が作ってるコントみたいな、真面目にクローズだワーストだっていう世界をヤンキーでやってんだけど、こうやっぱ笑えないと、やっぱ笑えて強いやつらが頑張らないと、なんか面白くない。これ結構みんなアドリブとかやってんだけど、めっちゃおもろいで。ほう、ああ、それ見てみたいですね。今度入れとけよ。ああ、入れとくよ。ポストに。はい、あるんです。でもクローズとか見るんですか。あの映画のはね、俺高橋さん大好きで仲良くさせてもらってて、漫画でも見る、持ってるもん、クローズも。ああ、そうなんですね。やっぱあれってなんかさ、男の所作のバイブル的なことがあるじゃん。はい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 、ありますね。で、俺が好きなのはビーバップもそうだけど、はい、みんな決めるとこは決めてるけど、うん、砕けてるとこ超砕けてるんじゃない。あれが俺はかっこいいと思う。不良漫画と薬膳映画ってなんか男がこういる時のなんかバイブルみたいなもんない、うん、必ずどっかかじるじゃん。ああ、まあそうですね、そうですね。だからこれが今こう今風だと今日から俺はが、まあ、今日から俺は、うん、今の時代風なんだろうけど、うん、湘南爆走とか見たんですか。見た見た。ああ、やっぱ見たんですね。俺だってちょうどあれなんか ABBOP やってる時と並行してやってて、うん、まだデビューしたっての江口とか小田とか、あの、はい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 、紫だ、なんだの時に撮影所で会ったの。へえ。あとは何でしょうか。湘南純愛組も入るんですかね。あ、俺あれ見てないんで。あれは山があれ、はい、実写で出てるから山内でしょ。あれは見ました。カメレオン。カメレオンって知らない。カメレオン見てないですか。あ、ちょっとさ、絵がさ、うん、まあコメディですよね。そう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 、知ってはいるよ。ああ、いや、東京リベンジャーズも、あー、俺ね、漫画でカズが、弟がさ、アニメから守るだって言うから、うん、あ、アニメから入ろうと思ったのか、みたいな、なんかで入っていけない。ああ、そうなんですか。なんかさ、全員がジャニーズに見えてしまう。キャラが、まあ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 、なんかこう、ね、昔みたいにこう、いろんなキャラがいないじゃん。あ、昔はこう、いろんなキャラの玉手箱みたいなので、強い弱い、こいつは弱いけども、なんか短歌を切る、短歌がかっこいいとかさ、あるじゃん。でも、それもあんだろうよ、リベンジャーズも。だから、キャラが、みんながもう、イケメンすぎて、なんか、ちょっと入ってきて。あれだ、ぶっこみのタコ。ああ。あれ見てないですか。あ、見てない。あれ見てない。あれ、佐田が書いてたのなんだ、あれ。
サタってあのバッドボーイズの佐藤ですか。あ、バッドボーイズって見ました。バッドボーイズは見てないですか。広島のヤンキーの。見てない。あ、でも見てない。ろくでなしブルースとかね。あ、それは見てる。あー、ろくでなしね。あれは見てない。あれはキャラいっぱいあった。あ、そうですね。やっぱあの時、90年代って多いんですよね。やっぱヤンキーマンって。なおかつ、筋が通ってんだよね。まあ、どれもヤンキーマン見てないけど。だそういうなんか、薬剤がもうこう、筋が通ってないと、うん、まあ、V シネマの一番こう、なんかこう、実力ブームっていうのがあった時、蘇生乱造しすぎて、ひどいのとぐっちゃぐっちゃなのと何が面白いのかっていうのが分かんなくなっちゃう時代って必ずあったりするじゃん。日本ってさ、これが当たれば、うん、もう全員がそれに乗っかっちゃうみたいに来るから、うん、でもビーバップなんかはさ、あれはもう何奇跡だからね。いや、まあそうですよね。だって野蛮人のようにね、柴田恭さんと焼きそばりゆる子の B 面だからな。どういうこと？日本立て。あ、まあ、A 面。あ、そうなんですか。日本立てのね。昔日本立てでしたもんね、映画ね。あ、そうだったんですか。で、初日舞台挨拶行って、清さんバーって来て、で、焼きそばに、清さんこちらです、焼きそばさんこちらです、ってビーポップ組んだね、うん。お前らあっちあっちあっち。もうゴミ扱いじゃん、もう。監督切ったね、スタッフジャンパーと切ったね、自分出てるし。あ、そうなんですか。で、袖で次に俺らの舞台挨拶を思って、京平さんのさ、いいからすげえからさ、キャーなんで舞台に置かれた花とか足でパーンパーンってキャーッ、やってることは違うなお前とかって言いながら打ち上げ合同だったんだよ。でなんかちょっとイラッとして東映のもう亡くなっちゃって黒沢さんって俺のお父さんっていう大プロデューサーがいて、お父さんがさ、お前役所もヘルも紹介してやるよって言って、でも役所もですよろしくお願いします、すげえ可愛かったんだけど、なんかちょっとそういうのが下がってさ、俺がどうもーってぶって足首を掴んだ。屋敷目ひろこさんの、うん、なんでですか。なんか悔しくてなんでそんなことするんですか。そしたらすっげえ怒られた。ちょっと待って、なんで悔しくて薬師丸ひろこさんの足首つかんですか。足を引っ張ってると思った。いやいや、足を引っ張ってるってそれ。そうしたら本当に引っ張っちゃダメなんですよ。本当にな、うん、本当にな、うん、マイル券買うとマイル券って2本立てだから1枚じゃん。2本見れるんだ、はい、買うときにとかポスターを野蛮ジュニアにください、ビーバップくださいで、人気を測るんだ、映画会社。へぇー、なるほど。圧倒的にビーバップが多くて。へぇー、そうなんだ。リバイバルの舞台挨拶大ヒット御礼の時は、まあ、ビーバップ1、A 面に行ったの。え、あ、A 面に行ったんすか。はぁー、すげー。上映回数が、ビーバップが多い。うわ、ひっくり返したんだ。それを、当時では、小沢が役所で広くなっちゃった。もう、はははは。あいつが足引っ張ったから。そう。で、2回目の舞台挨拶の時、行くじゃん。ああ、すげえ。で、東映の連中がさ、あ、お前らあっち行ったの。あ、皆さんこちらです。マジっすか。この業界勝てば勝くなと思ったの。マジで。やっぱ手のひら返す感じになるんですね。全然違うよ。そっからビーバップなんかドルバグじゃん。はい。じゃあ、ほんとに足引っ張ってみるもんなんですね。まあ、今やったらどうなるか分かんないぞ。昔だからなんとなく俺大丈夫だけど、僕は本当に世に出る前まで全くダメだったので、そのなんかその手のひらを返すような相手とも会ってないんですよね。だからいわゆるテレビにも出てなかったので、うん、今までテレビ出てなんかその虐げられた人が僕がバーって出るようになって、なんか手のひら返すみたいなところまでも行ってなかったので、でもそういう時ってさ、それはないんですよ。お前もそうやって出てない時にさ、先輩がいてさ、じゃあ小峠あるだろう、お前らとかって言うのも、そんなになかったんじゃないの。うん、なかったです、なかったです。だろ、はい、はい、なかったです。だから今お前は違う状況になって、結構やってるもんな。そう。お前後輩連れてなんか横浜で飲み。ああ、まあまあ、そう。電車で行ってタクシーで帰って横浜にって言ったのが駅であったな。そう、野毛でね。俺らがよくやってるとこでね。ああ、そう。それができてんのがお前偉いよ、でも。でもそれさ、あんまり飲んでるとき後輩と、はい、こう、芸の話とかする？あんましないです。聞かれたら答えますけど、僕から、いや、お笑いっていうのはさ、みたいなのはまあないですよ。それがいいと思うよ。
俺なんか前なんかだって安川とか山とかさもう30年以上付き合いじゃん。 あの照明の撮り方が違うだろうだこうだろうとかっていつも言いすぎて、一時期だって「おい山田め誰にお前人が喋って何 LINE してんだこの野郎」って「今ちょっと安風に LINE してます」「ちょっと見せてみろ」「安風に説教な」って書いてあるの。俺が見てる最中ピーンって返事が来て「頑張るよ」だからね。もう最近言わないけども言ってた時だから、お前らが俺に言われなくなった時に、俺が死んだ時に誰も言ってくれるのいなくなるんだから寂しくなるぞって。この間あの招聘会ってあって、翔ちゃんがいつも行ってるスナックにみんなが集まって呼んで、佐藤浩市とかも呼んで、俺大森だと初めて会ったんだけど、その時ね、であいつは横来るから、なんかいろいろ聞いてくるから、そんなことやるよ、まあ、お前もいい年やろって、お前最近怒られたことあるかって言って、全然ないんですよ。俺もそうなんだけど、芝居やるじゃん本番、オッケー、え、監督今のオッケー、いや全然最高だし、最高なわけねえよなと思ってるじゃん。でも NG が出ないんだよ。ミスったりセリフを間違えたり、なんか「あすいませんもう一回」って言わない限り。でまあまあとにかく早く時間過ぎてくじゃん、だからこれって誰も、俺もう怒ってくる先輩みんな死んじゃったからさ、監督とか何も言ってくんないじゃん。もう自分が自分で自分を気をつけてねと。ああまあそうですよね。そうですよね。もうこの負のスパイラルにずーっと入ったままだよ。だから時々その商栄会に会わなくて、佐藤こいつが来た時に夜中で「てめえはならお前どうにんだよお前うるさいな寝てんのに」と「翔さんどうにんだこいや」って言うわけ。おめえいつも俺に夜中電話してきて、お前は来ねえってどういうこと、じゃあお互い様じゃんみたいな言うけど、なんか「てめえこの野郎今どこにいんだよ」って電話してくれる先輩って今いないんだよ思うじゃん、ね、やっぱりちょっとうるせえな佐藤浩市と思っても気が入っちゃうから、やっぱりさ、なんかちょっと嬉しい。ああまあそうですね、いないもんそういうなかなか怒られないですよね、もう俺年になったら。峠さん、同じようにその叱ってくれる先輩とか、今までして叱ってくれる先輩みたいなのって いや、どうなんかな、いや、それこそ、まあ、ハリウッドザコシショウさんとか、あと、あのまあ、ケンコバさんとかも仲良くしてもらってるんで、怒られたことありますけども、でもまあ、もうなかなかないですよね。吉本とかって、なんか指定関係みたいな、縦社会すごいじゃん。兄さん兄さんっていう昔のしきたりがあるから言われるじゃん、あの直接ゲイじゃない、ほらお前素通りかい、お前そのちょっとお前違うんじゃないか、お前がお前のあれとか所作が違うとか、そういうのがこっちが薄いじゃん関東って。はいはいはい、ああまあそうですね、そこまで厳しくない、特に役者よりもゲイの方がそうかもしれない。ああそうですね、そんなに厳しくないかもしれないですね、言ってくれる人がいないから、どっちかっていうと関西の波にこう上りつつある中にさ、関東は踏ん張ってる中に己のことでいっぱいいっぱいだったりすることもあるじゃんやっぱり、どっちかっていうと、なんだかんだ言ってもさ、ね、まあ、全体は大事かもしれないけど自分も大事だ。ああそうですね。でも相方どうなんだろうね、こうずっと一緒だろ。まあそうですね、俺ら作品によって相手変わるから。そうっすよね、そうっすよ、ずっと一緒っていうの大変だよな。まあそうっすね、もうそういうなんかもうめんどくさい時期ももう抜けましたけどね。だからよくこうそういう相方とはダウンタウンもそうやろ、アマちゃんとマッチャンも全然別々だし、ああ、そうですね、でもね、パーって終わると別々に帰ってくるけど、ああそうですね、全然ダウンタウンに限らないじゃん、まあまあ芸人はほぼみんなそうだよ、大抵そうですね。 あれは何、やっぱり鮮度を保つために普段から一緒にいない、いやいや別に意識してるわけじゃないですけど、なんかやっぱその発想がないですね、終わった後相方と飲むっていうのが。
昔はだってお前食えない時とか飲んでて俺たちはこうしようぜとかさ、あそうですね、やっぱ組み立てぐらいの時は、組み立て何年かぐらいの時はもう普通に飲み行ったりもしてましたけど、もう今はだから結局この間も、うん、あの番組終わりで僕らと錦鯉と4人で飲んだんですけど、うんうんうん、ってなると全く平気なんですよね。2人じゃなかったらいいんですよ。なんなら僕らプラスマネージャーさんとか誰か1人いりゃ全然問題ないですけど、2人きりっていうのはちょっと会話なくなるの、会話っていうかその発想がないというかね、その2人で飲むっていうその選択肢がないですね。長年連れ添った夫婦みたいな。あ、でもほんとそうだと思います。なんか、だからあれだと思いますね。お前でもじゃあ結婚したらやばくね、相方とは長年連れ添って会話もねえわ、お前。はい。神さんも、ね、連れ添って会話ねえわ。お前どこに逃げんねん。違う、あのね、ちょっとね、やっぱ特殊なんですよね、相方って。例えば、こう、先輩後輩っていう関係があるとするじゃないですか。うん、あと、まあ、こう親友とか、うん、じゃあ恋人とか、うん、なんかこういう、あの仕事仲間とか、そのいろんな、こう、なんかこう人間関係のジャンルの中に、やっぱ相方っていう、このジャンルがあるわけですよね。これやっぱ特殊で、やっぱこれはやっぱ、そのこう、相方というジャンルを経験しないとわからない、この距離感というか、心情といいますかね。だから、ちょっとやっぱ違うんですよね、またその夫婦とっていうのとは全く違うもので、難しいですよね。俺はその相方っていうのがないからな。ね、これやっぱ、いや、あの相方を持たないと、ちょっとわからないところだと思いますね。大変だな、そういうところな。そうですね、もうなんか。みんななんか見てると、なんかこう勝手に、まあ俺らと一緒だけど、うん、あのテレビで持ってるイメージと、はい、やっぱ違うじゃん。仲いいんだろうなとか勝手に思うじゃん。ああ、うん。で、かといって仲悪いわけでもない。そうなんですよね。仲悪くはないんですよね、別に。おかえり。ああ、あるなんです。じゃあ、こまめ。こまめはもういいです。いいおかんなんか結構時期的にさっぱりして。なんでこいつのキャラに似たようなのばっかりだっていやいや、丸いだけでしょ。いいおかんがいいですか。あ、本当ですか。じゃあ、小豆やばかったと思うんで。あ、美味しかった。はい。あ、じゃあ、それをください。はい。はい。それで、トム・クルーズの技入んないの。クルーズの技。あれは僕ができないタイプの。最後、あれ、イオカの皮で。うまいっす。皮が、レモンも、こうって俺らこう、見て絞るじゃん。本当は皮に向かって、なんていうの、身を上にしてこしああねらしいですね。なんか俺もなんか香りがつく。はい。昔だって映画でマティーニあったろ。うん。あのドライマティーニ。はい。マティーニってさ、なんだっけ、ベルモットか。ベルモット、ジンとベルモット。あのベルモットは好みによってささやくだけでいいっていう客もいるんだよ。バーテンだからこうジンでこうやって、はい、なんかあの向こうだよ、はい、日本人でそんなハチャマなんかこれ言ってるジンのみっすか、ジンのストレートなのにバーテンダーの支えにだけでいいとか、それすごいやろ、すげえ。はあ、だからバーってそれぐらい映画になるぐらいおしゃれな、おしゃれな、なんかカッコつけの場所だったんだ。さらに究極いくとジンをストレートで飲みながら心の中にベルモットの瓶を思い浮かべながら飲むのが究極のドライバーが好きで飲んでる客っていうのはそういうちょっとマニアックなところがあるよね。はい、それに対して。じゃあ、はい、大人の時間、はい、ハゲる第1回のゲストは今ボケたら突っ込むとこだな。あ、いや、いや僕もハゲ系悪いと思ったって思いました。ハゲあるってハゲあるあのちゃんと鼓膜はキャッチしたんですけどいや軽く噛んだのかなっていうぐらいでちょっと流しました。ハゲとハゲあるって噛んでもそうならねえ。ご峠です。はい、まあでも、ね、ありがとうございました。なんかこういつも喋ってるの中に、はい、さりげなく小峠のその若くて食えない時でも、はい、食えないっていうんじゃなく、はい、売れてない時も含めてそういうのってさ、テレビ見てる人はさ、はい、あのギャップを分からないから。ああ、まあ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 、ね、キングオブコントで優勝した時だってバイトやってて、はい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 、仕事は忙しいけどギャラ入ってくるのかなり。ああ、そうですね、そうですね。あとじゃん、はいはいはい、でもその間って結構きついなとあったりするのって誰も想像してないから。ああ、まあそうです、分かんないですよね。分かんない。
だからもうちょっとすごい映画出てて、僕ちょっと、いやあの人稼いだなんだろうなって言ってる人が四畳半一間の京都府人に住んでたりもするんだ。ああ、なるほどね。まあ、まあ、そうですよね。こういう苦労の話もあるっていうことをね、見てる人に分かってもらえたら、うんうん、はい、分かったからどうってことはねえよ。まあ、そんなことは別にどうでもいいんだよ。まあそういう感じの大人の時間でした。ありがとうございました。女性といるときに飲んだことありますね。あるね。どれだかが思い出す。いえ、ご飯甘えてましたよ。今回はセンベル企画第何弾か分かりませんが、今日はこの恵比寿の坊ちゃん、はい、前回2階でスクールウォーズの同窓会をやらせてもらった店の1階のこのテラスで飲もうと思ってます、はい、で、また今回のゲストは、はい、バイキングの小峠さんです、はい、よろしくお願いします、まあ、センベロって知らないだろ。俺も知らなかったもん。いや、知ってますよ。知ってた。1000円でベロベロになるセンベロ。ならねえだろ。いやいや、だからやっぱそういう店もありますよ。その、そうそうと悪い酒出してすぐ弱さってなります。それでも大丈夫。大丈夫ですか。大丈夫。できればこれ60杯で言わないよと。マジっすか。この、冬だこたつ仕様になって。いや、これいいっすよ。いいの。なんかあったかいっすよ。お前みかん食ったらもう東北のおじいちゃんみたいだよ。ここでね、マジでじじい、ただのじじい。みかん食いながら、ただのじじい。おかしいよな。これもう初めてじゃないじゃん。うん、まあそう、もう何回か連れてきていただいてますね。まあだから、はい、まあ知ってんだろうけど、まあ頼みもあるし。はい、お、店長。はい。とりあえず、はい、これいつもキッチンの、はい、ソーダレモン。ソーダレモン。はい。あ、じゃあ僕もそれでお願いします。これで2つな。はい、今ね、あれで作ったあの WBC 太りしてるんだよ。どういうことですか。カツ飯、まずとんかつ、カツカレーとか。あ、そう、野球好きっすもんね。で、俺侍ジャパンがもし俺が小峠みたいにスキンヘッドにして、はい、したら世界一になるっていうならするよ。マジっすか。俺の場合スキンヘッドにしても、まあ入ってきますね、なんか役はある。うん、確かに。やばいっすね、スキンヘッド。スキンヘッドってしたことあるんですか。あるよ。へぇ、スキンヘッドにして眉毛も剃ったことあって。何の役ですか、それ。ヤマケンさんって、山口組。あ、伝説の。あの人の役やって、太って、はい、剃ってやったんだ。ひどかったの、まあ、銀座のクラブに呼ばれて、帽子かぶって、はい、一応な、はい、銀座帽子ダメじゃん。あ、ダメなんですか。そう、で、帽子は脱いでもらえますかって、いいのって言って、はい、脱いだ。はあ、いかついじゃん。はあ、いや、あまりにも、あまりにもいかつい。店側が、大変申し訳ありません、帽子をかぶっていただいていいので、失礼なこと言うなって言う前に、これはうちからのサービスですよ、キッチンも2本持ってきやがったからね。素晴らしいですね。当然だろう。対応は。だって俺、それ役やってる時、歌舞伎町ゲリラで、こうやって組に従えて、ダーッて。ビルの上からゲリラ、カメラ。はあ、だから、下はいないんだよ。はいはい、メイクやもん。現役の役が来た時に、うん、道譲ってくれたもん。役さんは、はい、ああ、どっから親分来てるか聞いてるかとか声が聞こえる。とりあえず、はい、あ、すいません、すいません、ありがとうございます。すいません、とりあえず、そうです、頼むな。じゃあ頼みましょう。かぼちゃ、俺もかぼちゃ好きだね。はい、かぼちゃ好き。かぼちゃ、かぼちゃ2にしますか。じゃあ食べます。かぼちゃ食う。かぼちゃ2、うん、あと俺ここで言うの玉ねぎ。あー、いいっすね。俺も玉ねぎ食います。玉ねぎに仕上げて、なんかこう肉よりもなんか俺野菜食いたい。 あとこぼち昆布タルタルが好きだね。ああマヨネーズタルタル、タルタルが好きだよ。マヨネーマヨラーじゃねえから。じゃあそれにしましょうか。すいません。あ、大丈夫ですか。はい、かぼちゃと玉ねぎと、はい、あとなマヨネーズタルタル。違う違う、何でしたマヨネーズタルタル。おかしい。あ、違う、こもち昆布タルタル。こもちと昆布タルタル。日本ずつ、日本ずつ。はい、ね、目玉のポテサラ。目玉のポテサラ嫌われたら終わりだ。とりあえずそれにしといて。はい、あと納豆をください。納豆、はい、いいね。俺ケツは食ってもいいです。はい、1本でいいです。はい、
甘納豆あるぞ。さすがにちょっと好きなの詳しくください。あ、そう。いや、納豆好きかいや、納豆好きかと。大丈夫、すいません、すいません。まあ、今コロナになってからは二度漬け禁止はもう普通だろう。まあ、そうでしょうね。俺は見事にならなかったなあ。なってないですか。なってない。すごいっすね。お前一回なったのか。僕一回なりましたね。ちょっとニュースで俺が見て、はい、ああそうだ、 LINE いただきましたね。お前何も買い出し行けないんだった。ああそうそう、必要なもんだったら、そうそう、あったら言ったら部屋の前に置いといてやるからいい。そうそうそう、彼女みたい。そうそう、いやさすがに小沢さんにちょっとあれとあれとあれ買ってきてください言えないですよ。その後輩に来てもらいましたけど、いつも飲んでて女性の話とかするんですか。あんまないの。あんまないですけど、まあこれはあのまずかったらカットしていただきたいんですけど、うん、まあ、女性といる時に飲んだことありますね。あるね。ありますよ。あるある。はい、それも全然カットしてない。あ、大丈夫なんですか。そんなにいいじゃない。あ、本当ですか。甘えてましたよ。どれだかが思い出す。いや、後半甘えてましたよ。俺がね、ボロニアみたいな感じになってました。俺が、ね、いやいやいや、俺今やっぱ癒しの場が必要だよ。え、お前ゴロニアないの。いや、ありますあります。あるだろ。あります、あります。それ家の中でやるだろ。うん、だろ。俺ね、結構ね、外でもいい。店でやってました。店でもいいじゃん。俺結構さ、はい、いやいや、みんな見てましたよ。あ、そう、平気だ。あ、いいっすね。まあ、で彼女とな、クリスマスに表参道がさ、イルミネーション変わるじゃん。今ダメだけど、歩道橋前通れて、みんな撮るんだしゃ。あ、今それが多いんで、歩道橋渡れないんだ。クリスマス。ああ、なるほどね。で、俺その渡れる撮る時に、ハムを崩して混ぜて召し上がってください。歩道橋のど真ん中で女とキスしてる。なんでそんなことするんですか。でもしたかったから、あ、景色がいいね、キスしてって言ったら、みんながカメラを俺に向けるわけ。そのキスしてんの。そう、みんな撮ってんすか。みんな撮ってから、あ、やばいよやばいよ、なんで彼女とキスしてて撮られて悪いことがあんだよ。撮るなら撮ればいいじゃねえかよ。なあって言ったら、イエーイって。へえー、すげえ。上がったかどうかは知らない。ああ、いや、でもそれは上げてないかもしれないですね。そこまでフラッシュでさえ俺のネタはもう飽きてた。じゃあもうこっちのもんですね。どうだよ、だって悪いことしてねえじゃん。まあまあいいじゃん、そんな。かぼちゃから言ったね。はい、かぼちゃですね。かぼちゃってさ、俺食べないから。うまい。俺はだからかぼちゃが好きだから、煮物苦手なんだよ、料理。はい、かぼちゃの煮物だけ作れるようになった。自炊とかするんですか。毎朝自炊だよ、俺。え、本当に。一人暮らしや。はい。何するんですか。いろいろ俺の好きな、町中華で好きなチャーハンの味を追求したり、広東麺、うん、中華丼とか焼きそば、いろいろ。マジっすか。それ知らなかったっすね。料理は、俺ん家に女が来てもあんまりキッチンとか入れないの。俺が作る。へぇー。それは知らなかったわ。料理しないの。いや、します、します、します。家でいるときは。あ、言ってたもん。自炊してますね。何作るの。いや、まあ野菜炒めとか、魚焼いたりとか。なんかして、まあたまに魚焼くんだ。魚焼きますよ。魚焼かねんだよね。魚焼かないですか。臭くなるじゃん。おー、まあ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 気にしてないですかね、僕は。東京さんでも普段外でよく飲むんですか。あ、飲みます飲みます。はい。家でも飲む。家ではあんま飲まなくなりましたね。前はもう毎日飲んでましたけど、それいいな。俺家でも飲むから酒が切れない。なあ、それがそのコロナになったじゃないですか、うん、僕自身が、うん、で酒を飲み始めて1週間ぐらい酒を飲まなかったんですよ。そしたら意外と、まあ、飲みたくはなるけど、うん、意外とうわ飲みてえなっていうとこまではなんなかったんですよ。な意外とあいけんのかなって思って、そっからあんまり、そうなの、なんか家じゃ飲まなくなりましたね、前ほど。韓国映画の
なんかグロいやつが好きですか。おう、俺グロいのとか大丈夫。本当ですか。なんか苦手だ。いや僕も好きなんですよ、うん、どの辺見てんのかな。グロいの例えば、例えばだから僕は、ね、息もできないとかわかりますか。うん、見た見た。はい、あの辺グロいと思わない。俺はね三半規管が絶叫系が苦手だからあんま得意じゃないから、あれ気持ちよくずっとやるよ。あの揺れが、あーなるほどね、気持ちよくなる。でも見たら、あの辺の時代のなんかオールドボーイとか知ってます。オールドボーイいいですよね。俺も大好きなんですよ。あの名優の、そうそうそう、あの人ね、あの人いいですよね、うん、あれすごいよな。最初に太ったのを取ってから痩せたのか、うん、あ痩せてるところを取ってから太ったのかって気になるんだよ。俺が昔な、荒荒るしっていうのやった時に、うん、山口君4代目の竹中さんやったんで1ヶ月で無理っくり135キロ太ったね。へえ、それどうやって太るんですか35キロ。朝からカツ丼とビールとか1日5食で吐いたら食う1日5食、うん、すげえ。それやっぱそうやってやったらやっぱ太るんですか。太った。はあ。35キロ無理くり太ると、うん、普通に戻れば、うん、20キロぐらいとか、うん、楽勝に落ちてくる。はあ。でもよ、リリースされる作品の順番が逆行して、うん、俺が徐々に太ったあらゆる趣旨で太ったねっていう作品になっちゃうわけ。あめっちゃ心外だもん。なるほど。それだったら1ヶ月の俺の努力は何。なるほどなるほど。そうか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 。痩せるのと太るのあったらやっぱ太る方がしんどいって言いますよね。言いますね。体質にやるじゃん。なあ、俺同じやで。おっ、せっかくお前久しぶりだったんだからお前このマスクを取って写った方がいいんじゃん。いや別に。どうなったんですか。よろしくお願いします。この店のイケメンの、あの女性客殺し。へえ。いやいや、殺してないです。先生がいるとここ全部女だけになる。へえ。見たことないですよ、そんな光景。じゃあお酒持ってきます。女殺しと人殺しする。あ、そうそう。うまい。座布団いる。小峠さんはなんか大変なお仕事ってありましたか。今までですか。うん、大変。いや、まあまあありましたね。なんだろうな。いや、なんかヒグマと組体操したりとか、うん、なんかありましたよ。本物ですか。え、本物ですか。スペインに行って、なんかいたんめちゃくちゃでかい 2メーター超えの300キロぐらいあるヒグマがいて、でそいつと組体操するっつってんで相方と行って、でもちろんヒグマの上に乗るんだろうなと思ったらまさかの僕らが下 でその僕ら2人で上にヒグマ乗ってピラミッドを作るみたいな、はいはい、ありました。でもヒグマがそんな人の上にこうやって乗ることなんか今までなかったから、うん、途中でやっぱ興奮しだして僕らの背中をバンバンって叩くんですよ。で僕らはそのつなぎを着てそのつなぎの間にそのなんかこう段ボールみたいなのを何層にも入れててそのカバーはしてたんですけど、300キロのヒグマのバンって相当強いからこれちょっとしんどいなってディレクターさん見たらもうちょっと頑張ってくれみたいな、でなんとか耐えて、でヒグマがこう上に乗ってなんかこう成功みたいなで、あ、お疲れ様でしたってなった時にもうつなぎなんかボロボロ、ボロボロで、で段ボールも何層にもあってるんですけど本当に全部爪で突き破って最後の段ボールの1枚の本当紙1枚残ってただけでした。だからあと多分もう一回バンってなったらもう背中爪入ってましたね。あれ、いやー、んと怖かったっすよ。だいぶ前だろう。だいぶ前です。もう10年とか10年ぐらい前ですね。コンプレッサーこんなうるさいの誰だっけ。ああ、そう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 。この間タカさんと飲んだの、タケシ君だと。ああ、タカさん、ああ、でやっぱりタカさんとかがやっぱり武さんの後出たりなんか号令かけて
やっぱり不運竹千代じゃないけど、なんか、あの時の勢いすごい。なんか、俺らが見てても、俺だって撮影でスタントやってるけど、バラエティでみんな命かけてる。そうですね。あの勢いって、すごかったよって、タカさんも言ってたけど、っていうなってんだよ気持ち分かんないやろうって言っても今やる若手がいないこんな強いことやんなくたって普通に仕事してればいいですからなるじゃん、はいはい、昔と違って竹内、はい、さんだってさんまさんだってみんな若い時すっげえやばいこと言ってた、ある程度年齢いって MC なってこれ分かんないよ。今売れたらすぐ若いうちから MC 行くよ。ああそうですね、結構早めに。でそれで稼げちゃうとキレがなくなるっていうか。ああなるほど。まあまあでもいろいろ変わってきましたよね、やっぱ芸人もね。いや役者も一緒だ。今の芸人になりたいっていう、俳優の養成所よりも吉本の養成所に応募する人数が多いんだから。え、俳優の方よりも吉本、吉本の方は一攫千金というイメージが、昔は役者が一攫千金って言うけど今そんな美味しくないし、じゃあ何をやりたくてなってんのかっていうのがね、と金を稼ぐために入ってきちゃうと、売れてるやつなんかさ芸人でもそうだよね。小峠さんってなんで芸人になろうと思って。僕はもう刑務所でいい入ってないですよ、刑務所で役者になろうと思ったんですよね。そうだ刑務所でだからスタンディセルラブスキーの俳優修行とか僕はもうあのガキの頃からあのなんかお笑いがやりたいみたいな、なんかもうだから小学校の卒業アルバムのなんか文集の将来の夢のところにもなんかお笑い芸人って書いてます。なんかもう昔からやりたかった感じですね。小峠の20年前かだからデビューもっと前か、26年前ですかね一応お笑いやりだしたのは。その時のなりたいと思っててこの人のがすごいってあるじゃん。誰を見て思った。やっぱまあ本当いろいろですけど、まあ、ダウンタウンさんであったりとか、まあたけしさんであったりとかですね。やっぱお笑いって難しいからさ。いやわかんない、俺やってないけど、新宿でも六本木でも飲み行くとさ、お酒まで空いてるバーでさ、大抵食えない芸人がアルバイトで、あ、いますよね。大変ですよね、本当に。で、読んでるね、違う。例えば俺がね、食えてない役者がいたから、俺言うんだけど、じゃあもうちょっと芝居してみるよって言うかって。あーそうですよね、お笑い系だとお前がネタやってみろって言うんだけど、ね、それは良くなくな い, い言うんだけど、ね、いやいいんだよこうやって、だってそこで面白くないととか言って、あ大丈夫ですやりますとか言うんだけど、ちょっと笑えないんだよ、ね、笑えないでもいいんだけど笑えないからなおさらなんか俺が見てるとなんかね酔いが冷めに悲壮感かわいそう。一生懸命こうお客さんをこうもたらそうと思ってやってんだけど、あんまりねそうやってこう言ってる連中がちょっと芸人がじゃあなんかやれよってあんま好きじゃないじゃん。これ本当そうなんですよね。でも例えば役者さんだったら役者じゃあ演技やれよとか、例えばじゃあアーティスト音楽やってる歌歌ってるさ、じゃあ今そこで歌えよとはならないんですけど、やっぱ芸人やってるってなるとやっぱちょっとなんか面白いことやるギャグやるってやっぱなるんですよね、これはね。だからすごいね、昔さケンさんが飲んでる時に、ケンさん網走漫画家歌ってくださいよって酔っ払いが言ったんですよって。そしたらそれが、お前何頼んでんの、お前100万持ってんのかって聞くの。ケンさんが1曲100万だすごいですね。それを思えばなんか俺は見たことがないテレビで見てた話だけど、さんまさんってすごいな。さんまさん昔からね、さんまさんって何回かさんまさんのバラエティとか話してもらって、考え方とか、さ
俺らの先輩の昭和の大スターと同じ気構えの匂いを感じんねん。あのこうと女の問題だろう、なんでトラブルあろうが、ちょっと切り返しっていうか、なんていうか、またすげえなーと思ったりするわけ。芸人さんってなんか年って関係あるんですか？こう年、はい、なんか経験とか若さとか、 なんか勢いも大事だろうし経験も大事だろうし、いやでもやっぱねえ、どうなんでしょうね。でもさんまさんが今あんだけ結局元気っすからね、関係ないかもしれないですね。関係ないと思うな。あの持ってるものも、ものの芸がその人たちだけのもんであって、その芸人が全部一固まって映画に作るってなると別だけど、別々じゃん、受けるか受けないかの勝負じゃん。俺だからあの、え、なんだっけ、なんとか大夫さん、あの米大夫、あの人見てるときすげえなと思うのが、あの集中力、すごいっすよね。あれって役者的な、ほーもう受ける受けない関係なく自分の芝、まあ俺的に言わせてもらうと芝居を褒めないわ徹底して、周りのが一切耳に入らず、はあ、いやそうですよね、貫き通すじゃん、はい、褒めないは芝居なんだぐらいの集中力あるよ。あ、まあ、まあ集中力はすごいですね。すごいよなあれ、はい、見てて、はあ、現場で、はあ、映画の現場で、はあ、あれで来られた時に監督が、え、ちょっと待ってって言う前に、いや監督ちょっと待って合わせりゃいいんだろうって行きたいぐらい、あ、俺は好感度が持てる、こんなよね、なんかねテンション低くて、あー、お前そんなにしか来ねえのかよ、あの人は俺より年上、ね、いや、下っすね、いや、なんかそんなんでも全然ダメだよみたいなの立ったら、めっちゃ勘違いなのに、その勘違いが凄まじい集中力で俺に向かって来られたら、いや監督ちょっと待ってっていうのは簡単じゃん、いや向かい合う方が楽しいから、だから俺はすげえすげえずれてるよ今言われたら、ずれてるじゃん、あのずれ感が芸人としていいんだろうけど、役者として向かい合ったら白塗りはちょっと、いやあれお前ヤクザの、俺が日本統一でよ、京都かなんかに呼んで、お前マイクの中であれ一人いてみ、まあ面白いですね、あれ小梅太夫じゃねえかって、俺、いや小梅太夫じゃなく、俺は競馬界の三代目として、お前名前はなんて言うんだ、あーなるほどね、綺麗どころ無視した、だから女として出るってことですね、女として、あ、だのテンションで、あれは乗るよ俺、いやそれ絶対面白いじゃん、俺返せる自信あるもん、多いですね、まあそんな感じで、ということで今日はバイリンの小峠さんでした、ありがとうございました。2人にそれぞれいろんなシチュエーションで死んでもらって、はいはい、どっちの死んでもらいけてるかって、できるわけねえだろ、やれよ、笑うおさわと怒れる人し、小沢さんお疲れ様です。はい、お疲れ様です。もう今めちゃめちゃ忙しいチョコプラさんに来ていただきました。お、お願いします、お願いします、お願いします、ありがとうございます。よその惑星からすいません、ちょっとやってきました、甘い惑星からやって、すいません、甘い惑星からお願いします。いやいや、すごい始まり方え、普通に雑談してんのかなって思ってスッと入ったのに、なんかそうですね、なんかこう、はい、逆にこんなにコラボさせてもらっていいのかなっていう、はい、自分らで大変だろ、企画を考えたりなんかいろいろやったり、まあまあまあ、でもまあまあ、なんか本当思いつくのをバババってやってるから、そう、何の何の企画の説明もないまま俺はめちゃめちゃいかちい格好したんですよ企画はね、簡単だ、はい、まずね、はい、死ねばいい、死ねばいい、
や、死んだことないんですよ、分かんないですよ、簡単じゃないんですよ、2人にそれぞれいろんなシチュエーションで死んでもらって、はいはい、どっちの新参者がイケてるか。新様がイケてるか選手権、新様選手権でやってる。あ、なるほど。2人で殺し合っても面白くないから、はい、このヒットマンをちょっと、あ、用意していただいて、プロのヒットマン、うわヒットマンっぽいな、なんかめちゃめちゃヒットマンっぽい、なんかお願いします。お願いします。屋上もあるから、こう屋上で撃たれてこうやって落下していくっていうのもある。落下？あ、カメラを振り込んでこう。いや落下って、もう本当に大です。本当大です。選手リアル試験とかじゃなくて、ただ本当もリアル大じゃないですか。はい、すいません。例えば2人はどういう感じにやりたいとか、リクエスト逆にはなんかこう上ここから降りてきたぐらい、ここら辺でいいです。それでこう、はい、で後ろからちょっとヒットマン来てもらう感じっていうので、ちょっと後ろから上の、はい、上の、はい、やらさせてもらっていい？どっちじゃあ、それをしてくれ。あ、前どっちがいい？どっちで殺されたいかとかですか？怖い、なんか設定は何なんだ？ヤクザ。はい、ヤクザ、チンピラですね。まあ、そうです、ヤクザですね。ヤクザ、チンピラ、ヤクザ、これは何か。これ絶対違うよね。これもしかしてここで名演技できたら、うん、まあ、もうそういう映画とか、そういう V シネみたいなやつとか、その出れるかもしれない。出れば日本と出れる。マジっすか？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 しゃんぼろ。見ててください、本当。僕頑張りますね。出ます。心構えできたらいいね。あ、大丈夫です。よし、じゃあ用意スタートでいくぞ。はい、よーい、スタート。あ、よくか。あ、大丈夫だ。生き延びちまった。ああ、今が帰るからよ。飯作っといてくれ。味噌汁。
じゃあこっちで。はい。こっちで。はい。これなるの？なります。大工入ってます。あ、もう入ってんすかそれ。いやいや、このおもちゃだから全然破産するようじゃないです。いやいや、もうとはいえですよ。よかった、聞いといて。マジでびっくりしちゃうじゃないですか。言っといてくださいよ、それ。うわ、感謝して。できねえ。あ、そうなんですか。で、それで、撮影で派手な役者やながら、チームを実際に来るので、みたいな。ずっと、本当に仕事で。OK です。出来上がりました。できた。はい。できました。できるわけねえだろ。やれよ。いいのかい。ああ、その代わりよ、偉くなってくれよ。え、悪いな。銃声がちっちゃいからかもしれないけど、はい、撃たれたリアクションが薄いな。いや、あの、びっくり、違うんですよ。僕は一発だと思ったんですけど、何発か撃たれちゃって、普通にびっくりしちゃったんですよ。肩パンだと思って、それで、あーっていこうと思ったら、パンパンパンって言ったんで、なーっと思って、ちょっと、どうしていいか分からなかった。ちょっと動揺しちゃったんです、ちょっと。一発だと思ったんですよ。あ、なるほど。結構入ってたんです。結構入って、びっくりしちゃいました。ちっちゃいじゃん、こんな音。いや、でもちょっとびっくりしましたけど、もっとバーンって吹っ飛んだ方が感じリアルだと。ああ、でも、あの、もう分かってたんで、もう、あ、死ぬ、耐える、あの、死ぬのは分かったんで、そんなにもうバーンって派手なやつよりもバーンってもう受け止めるっていう。あの、最後死んだ時なんかボソッと言ってたじゃんか、はい、ごめん、あれね、電車の音がする。そうなんですか。でも思ったより全然良かったよね、二人。はい、まあ、だから、これで別に俺が身を見える必要はあんの。いやいやいや、これはもう見たいです。これ言いたいだけでしょ。いや、それは見たいです。見たいです、見たいです。そんな、そう。で、殺し屋誰か、どっちか。ああ、え、の方が面白くないですか。あ、でも、せっかくやったら、せっかくやったら、いいと。うわ、統一に向けてヒットマンも来るかもしれないから。ヒットマン来るかもしれない。よっしゃ。じゃあ、場所やろうか。これはじゃあ、あっちだし、もう一回なんか煽ったら連射してやる。はい。で、出てくるのはどこまで。こっちも行きたいから。で、ここぐらいまで。はい、最初。はい。じゃあ、はい。二間ぐらいね。はい。ノールスタートかけていいじゃん。はい。
いや、めちゃくちゃ良かったですよ。ずっとバンバンなんだけど。リアル。何発入ってんの。いや、俺もだっていい感じの火薬がこの辺漂うと。すごい。すごかった。いや、松尾さん。無事死ねました。ありがとうございます。なかなかこういう感じもいいだろう。いやいや面白かった。いやこんな経験ないので、はい、いや合ってんのかどうかわかんないですけど。まあ正解なんかないんだよ。やっぱりかっこいいがいいんだよ。よかったり。なるほど。寂しかったり、はい、だったり切なかったりとかっていう方がだからいいじゃん。見てた味わいがあって。なるほど。ちなみにですけど、これ長田と松尾、どっちの新参が良かったんですか。新参はでも2人ともやっぱりツボを押さえてくるよね。なんかこう。ありがとうございます。切な的な方に行くよ。だから俺はちょっとバイオリス系に行った。なるほど。ちょっとバイオリスが過ぎましたけど。だいぶバイオリスね。手加減してんだから。すごいっすよ。実際撮影だったらあんなことやるもん。ちょっと点数つけるなら。いやまあでもね。僕何点ですか。100点中。100点中だったらね、80ぐらいいいんじゃない。おお。あれは俺の好きな世界。うわ、嬉しい。で、ちゃんと、いやでもな、良かった。松尾なんて言うんですか。75点ぐらい。よっしゃ、じゃあ俺のちょっと、俺のちょっと感じですね。さ、最後のセリフが聞こえなかったって。あー、ちょっとそこが。俺はいいんだけど。あと、撃たれた時の衝撃とか。そうそう、あの撃たれて、ちょっと一発じゃねえんだの固まってるところがマイナス5点。うわー、まだまだだね。ちょっと遠のいた、俺の方が。いや、でも最後の多分殺し屋で俺の。まあ殺し屋で合わせて80点どうだ。あ、いいですか。殺し屋で80点。殺し屋ガラス割らされて、それでですか。体張ったもんな。5点か。あれで5点低いな。いや、これででも日本統一ちょっと確かめられたら。いや嬉しい、はい、これで出るマジめっちゃ嬉しい。はい、そこからちょっと日本とちょっとお願いします。本当に本当にお願いします。マジで出たいな、はい、本当にぜひありがとうございます。伝えとくんでよろしくお願いします。いやいや今日はありがとうございます。いやこちらこそありがとうございます。ありがとう、はい、僕らの方のちょっとチャンネルでもね、はい、まあ、大人気企画の、はい、悪い顔選手権で出ていただいてるんでこれちょっと趣旨がね違うんですよね。俺らはた普通の人がなんかこういうその捕まったら悪い顔になっちゃうねっていう趣旨なんですけど、もう悪いのができちゃうって。だから悪い人がもう悪い顔で出てくるだけなんで、趣旨がね分からない。どうなってるか分かんないんですけど、だから楽しみですね。これちょっとね、今までにないパターン、今までにないパターン、なかなか楽しみに。ちょっとはい、俺やってて何やってんだろう。そちらの方もお楽しみに、はい、ぜひ。ありがとうございました。こちらこそどうもありがとう。宮沢りえが僕らの七冠戦争撮影やってる時にセット入ってくる瞬間にこんなの眩しいね。へー、うーわ、なんかとんでもねえ神事現れたんじゃんと思ったらバーン行ったよ。飲み代ってどんぐらい使ってる。あの人だって全盛期つけ飲み以上使ってる。飲み代で飲み代でうまい。町中華って感じがする。マジで町中華の感じしますね。するだろ。めっちゃうまい。今日は前回射程 D のところに行って俺が町中華を作ったのの第2弾で、はい。
匂いがいい、はい、これで完成です。めっちゃうまいですこれ。今日はかまいたちがのところに行って、かまいたちはこの塀の向こうの刑務所の中にいるという何したんですか。いない、いない、慰問がてらにこの俺のチャーハンを、むしろじゃああんまりいい飯を食えてないだろうから作ってやろうと思ってやってきました、初のコラボなんで俺も会うのは初めてだから。あ、まあどういう、そうなの、初めて会うのが面会室っていうね、どういうことになるのか分からないけど、皆さん交互期待。はい、ということでこういうの相変わらず持たされて、ここに住んでる、いや YouTube 用に借りてる、 YouTube 用に借りてるの、いいの俺ノックして、はい、おい、どうもお邪魔します。どうも、なんかね、突撃、突撃でもう回してますか。何、もう、いやいや、早い、もう、ね、あ、もう早いんだよ、うちはうちめっちゃ緩いからさ。いや、これ、二人住んでんのここ。いやいや、YouTube 上なんですけど、いや、そんなことに迫力エグいですね、小沢さん、これなんで、別に普通、初めまして、初めましてだよ、はい、お願いします。こちらこそ。いや、こんなの持ってるからな。殴り込みに来たかと思って。これでな。なんかさ、はい、前見たけどさ、はい、作ってなかった料理。あ、料理、はい、ここで結構作ります。はい、いろんなの濱家を作って。作れんの。はい。へえ。まあ大佐も作れないんですけど、そうそう。すげえ。え？ネオミルクボーイだ、はい、これチャンネル名。僕らのチャンネル名。100、ああ100行くとすごいな、でかくて、いやでっかいのが、はい、邪魔だろ小沢さん、ちょっと初めてすぎて、なんか本当だね、はい、まあでも、はい、早速料理を始める感じ。料理作っていただけるんですか。料理、そう、料理しに、これ別にお前たちが殴れたまま持ってきたわけじゃないで、なんか丸いのに尖って見えますね。そうかそうか、あ、そう、もうこのコンロだからな。これでいけますか、ちょっと。まあ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 、どうなんだろうね。俺はやったことないんだけど、はい、初チャレンジ。こういうのまで買ってんだよ。本格的なの買ってんだよ。皿めっちゃ本格的。一応ね、こういう、まだ、こんだけだよ、だって。はい、あ、こんだけ。シンプルって入れたらしい。これよ。これがコツなの。ラーメンスープ入れるんですか。これ、いや、ラーメン屋のチャーハンってさ、はい、ラーメンのこと出汁やってるやつあんじゃん。わかります。あれちょっと入れて、あのラーメンの醤油で味付けんじゃんか。あれがもうこれしかないよ。似せるのは。楽しみ。厨房片付け。すごいね、この厨房ね。ちゃんとしてて。これでも小沢さん作ってて、僕ら座っても当てていいんですか。いや全然いいよ。しゃぶりながらさ。しばかれたりし。しばきはしないけどね。これ待ってやろう。やっついな、東京やばいよ。でも2人はさ、仕事ほぼ、はい、ほらスタジオ多いだろ。最近はスタジオが多いですね、収録で。だからさ、はい、あんまり暑いの関係ないからいいよな。最近はそうなんですよね、偉そうに。あ、これどうぞ。 ありがとう。これなんか、まあ、このくさつい中にセットしてスーツ着てヤクザやってるほどきついもんないよ。黒いスーツ。そうそうそう、小沢さん、今回そのコラボをしていただくということで、うん、やっぱりちょっといろいろ、まあ、もちろんテレビでもずっと見てますけど、はい、いろいろちょっと調べさせてもらおうと思って、うんうん、ネットで見たんですよ、はい、で、小沢仁って入れて調べたら、うん、予測検索で、はい、小沢仁スペース何人殺したの。あ、俺それ見た、誰かに見せられて予測変換で。あんな検索あるか。現実だと俺懲役何年だ。死刑にもならず。懲役どころじゃないっす。懲役どころじゃねえよな。あの俺はあの薬剤映画だけじゃねえからさ、アクション映画とかやると俺一個正体と戦ったりするじゃん。あの軍隊の。そうそうそう、でそれでバン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 手榴弾ガン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 で1回の査定で200人とかさあるじゃん、そういうのが。だからそうなんだから、死んだ数でも200回ぐらいある。200回ぐらい死んでんじゃん。すごい、やっぱ殺してる方が多いですね。やっぱ殺してる方が多いな。小沢さんって途中からそういう役が多くなったのかも。いや若い時から。結局さ、俺なんかこう
スクローズとかでほら不良学生やってんじゃん、はいはい、でビーバップの不良学生じゃん、そっからヤクザ行ったじゃん、だから全然構成してない。あ、ありがとう、ありがとう。最初から不良、あの不良ヤクザ、たまにギャング、でもね、そういうのばっかやってると普通のドラマに出ると、はい、めっちゃ飽きる。飽きる、めっちゃ飽きる。あのなんかこう飯、食卓のシーンでさ、はい、ちょっとおかわりとかあんじゃんか、はい、めっちゃ嫌。ああ、そうなんですか。あのやっぱり、はい、な、殺したり取ったり取られたりの方が非現実的で飽きないじゃん、はい、それはリアルといえばこうリアルにやるとかさ、まああるけど、いわゆるその恋愛ドラマみたいな、あ、もうね、もう恋愛ドラマとかね全然ですか。一回ね、はい、なんか深夜で、はい、飛び田靖子とやったんだけど、はい、ちょっと無理、監督に、いやもうちょっと優しい顔で見つめてとか言われると素に戻っちゃって、ちょっと芝居ができない、恥ずかしい。へー、これ監督逆にイヤリング落ちましたよって笑ってって、これ刺しちゃダメみたいな。ダメでしょ刺してもいい、全然テイスト、照れ隠しで刺すよ、照れ隠しで刺すよ。だからもうそういうのやってるともういいんだよ、まあ、俺の年齢になるとやっぱどうしてもさ、はい、そういう役が増えてくるじゃん、なんかこう家庭的な役とか、あのだけどまだバリバリアクションとか動けるから、なんかね、ああいうのやってると老けてくるんだよね、落ち着いた役は。そうだから最近ヤクザのさ、はい、親分も嫌なんだよ、ずっと座ってんだろ、はい、日本統一なんか安倉とか日村とか田村ができる部下だからさ、はい、トップなんかやることねえわけだよ、はい、女の尻追っかけてるわけだでももうさすがに若手組員はできないじゃないですか。だから出世できないヤクザで相変わらず懲役行くことしか考えてないとか、ヤクザですよ。そうそう、そういう役とかの方がよいいじゃん、なんか。ああ、なるほど。まあ自分でやってて面白いのはそっちってことですよね。そう。でも聞かれてると思いますけど、本物の人に絡まれたりはない。ないんですか。好きですみたいなのが多いですか。見てます。なんかさ、俺ほら名だたる親分をさ、はい、やること多いじゃん。ラップとかあんのこれ。あ、あります。ラップと、ボールとかですか。これぐらいで十分だよ、飯が。それだ、おいしたおいしたラップ、親分が言うてるやろ、ラップ。遅いの、遅いの。あそこにあった何でだっけ。年食うとるくせにそのようなこともできへんのかよ。おー、いくつだ、いくつだ。40です。うわ、年食ってんだお前、意外に。なんか30中盤ぐらいに見える。大したものもできへん、年だけ取り上がって。おあ、すごい。彼は何、 YouTube のスタッフ。はい、僕らの雑技作家というか、うん、僕ら大阪で芸人やり始めたんですけど、その時からちょっと作家で、はい、今も放送作家みたいなのですね。もう長いじゃん、付き合い。僕でもない、草野郎です。ボーボーにしてやります。ボーボーにしてやります。チャーハン作りようと、ボーボーにしてやりましょう。アイサブで頭キュッ。ちなみに、その小沢さんが YouTube コラボしていただくことになった経緯、うん、どういう…知ってました。僕らのことって知ってるよ、知ってる。番組見てるし。ありがとうございます。で、YouTube ってね、はい、俺が言うのもなんだけど、あんま見ないわけよ。ああ、そうなんですね。あんまりこっちの YouTuber して、あ、だからやるから、はい、見させてもらったよ。へえー、ありがとうございます。なんかあれだろ、なんかゲームでなんか家を壊してもいいってやつだろ。負けたら家壊家壊されるとちょっと困るんですけど。変な伝わり方してない。ちゃんと伝えないぞお前。そう。嬉しいなっていう。いやまあでもなんだろうね、 YouTube ってまあ新しい文化じゃんね、はい、だから昔の俺だったら、はい、なんかこう役者っていうのはこういうもんだみたいな感じでさ、はい、そんなやってられるかとかさ あったんだろうけど、はい、年食うと今まで拒否してきたことを面白そうなことはやろうみたいな、はい、いやすごい。なんか
小沢さん前高岡早紀さんともコラボされてたんですけど、高岡早紀さんも僕で YouTube コラボさせてもらって、早紀さんもおっしゃってました、若い時だったらやってないけど、今はなんか新しいことにチャレンジするの楽しいんだよねみたいな。そうなんだよね、はい、年いくとそうなんだよね。さっきなんかもさ、はい、俺は一応デビューから知ってんじゃん、チャキチャキのお前なんかこうさ、はい、まあ可愛い満載でさ、はい、で今もうおばさんになってもおばさんになってもまだ面影あるよねみたいな、はい、ほんと濱家さんとは昔からすごいさっきさんのこと好きで、そうなんだ。保育園、小学校低学年ぐらいの時に、うん、保育園の時から高岡早紀好きだったちょっと混ぜてんなフルーツインゼリーの CM 覚えてらっしゃる、あ、なんかあったな、あれを見て、うん、なんて可愛い人なんだと思って、そっから僕も好きで、で、YouTube コラボさせてもらって、うん、めちゃくちゃ可愛かったですさっきもそうだよ、デビューかな、はい、あと、内田有紀ちゃんもデビューの時見てるのかな、 あと、宮沢リエが僕らの七冠戦争を撮影やってる時に俺らが東映でさ傷って薬剤がやってたんだよ、はい、そこにもうなんかいかついところにセットに遊びに来たのよ、小学校の頃ですよね、その頃から宮沢リエってセット入ってくる瞬間にこんなの眩しいのよ、へー、うーわなんかとんでもねえ神事現れたんじゃんと思ったらバーン行ったやろ、だからそういうなんかね、さっきもそうだったし、はい、なんかそういうのと出会う機会結構あったよ。小沢さんって今何年になられるんですか、デビューされて。42年。44年。なあ、俺らの時代めちゃくちゃだったからさ、本当俺めちゃくちゃやり倒して、もプロデューサーだろうが監督だろうがぶん投げたりなんかいろいろしてたのに。そんな時代って本当にあったんですか。あるある。それ豚肉ですよね。これ豚肉どう見ても指ではないだとも撮影中監督と主演が喧嘩してさ、はい、でお前今日飲み行くぞって監督たち主演と飲んでさ、はい、殴り始めんねん、しまいに。ほんで次の日行くじゃん、ここみんな焼け、それ演技論みたいなことでですか。いや、なんかお前の芝居はさ、あれでどうでこうでって言うじゃん、はいはい、あんたに言われたくねえんだ、うぜえなとかってなるじゃん。で殴り始まるわけで、で次の日撮影行ったら、だいぶ殴るんだけど、なんだあの主役の顔腫れて撮影になんねえじゃねえかって、おめえだ殴ったのは信じられない。助監督だってすごいぜお前、なんかお前遠くから無線で、ああだこうだ、聞こえねえんだとかって言うと、ドゥーシュッと降りてきて、この辺でグワーマンって言って、聞こえるだろこれなら、早くやろっちゃっちゃとバカ野郎とかって、もう録音部でさえボソボソしゃべんなバカ野郎、監督何が OK だな、雨もう一回とか、録音部でダメし食らうんだお前、ミニコンとか怖いもんなそういうさ時代だったから、へ、やっぱり俺らの同世代って、まあ、俺と、まあ、1個2個上とか下とかは、はい、本当になんかこう役者になってなかったらみんな何になってんだろうって、どなたとかが、それ中野秀夫さんとかですね、秀もそうだし宇賀神もそうだし布施宏さんだってそうだし、柳葉もそうだし、もう柳葉は今でも飲むとすぐ喧嘩する。え、小沢さんどうですか。俺とはし、あの俺どっちかというと止め係。へえ、もう柳葉さん喧嘩すんねや。いや知らんわ、有名知らんわ、有名打ち上げで監督とニコ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 喋ってたなと思ったら、急になんかちょっと様子見した瞬間に、てめえこの野郎って監督の胸ぐらつかんでこう殴りかかるからさ、飲み合ってんねんっつって止めて打ち上げの最中に主役を連れて俺は消えていくんだよ。で二人で飲んでなだめて、なんで俺あんなに怒ってんだよ、だって知らねえしって、そういう人ばっかよ。あれこれガスある、ボンベボンベ、何やべ、何やべ、お前の口開けろ、口の中ボンベで戦ってるべいいね、すいません小沢さん、全然大丈夫、全然大丈夫、軽い、お母さんが一番優しい大丈夫か。あの俺よく聞くけど、放送作家ってさ、よくみんなも喋るじゃん番組だから、はい、あれ限りなく書いてあるのセリフみたい、バラエティのトークとか本当にテーマ、例えば最後におかしいなと思ったことみたいなのがあったら、こうみんな喋るぐらい、流れぐらいか、はい、そうです、企画構成、台本読まれないんですか。俺はそう、バラエティの台本は読まない
だ撮影の台は読むけど、バラエティはよく机に置いてあるじゃん、はい、で打ち合わせに来るじゃん、はい、いやこんなやっぱライブに行こうよって言ってるくせに、言ってる俺が俺なんか質問書いて、そのこれは誰でしょうってあるじゃん、はいはい、打ち合わせしてないからどれが俺か忘れるわけ、はいはい、このテーマは全然人ごとのように聞いてると、あんたじゃないのとかって言われて、よくさ浜ちゃんなんかさ、もうそこに突っ込んで、あんたやろ何ボーっとしてんねんボーっと小沢さんにその突っ込みできるマジで浜田さんそれ、マイお鍋ですか。そう、マイ鍋、中華鍋ね。やっぱね、中華鍋が、はい、チャーハンとか作るときは一番いい。あ、でも結構火よくいけるかも。あ、もういけてるね。小沢さんの師匠みたいな方って誰になるんですか。え、あの役者の松方さんだね。松方さん、うん、松方さん最後の弟子的なプライドは俺持ってる。あ、これでもいい。ありがとう、ありがとう。やっぱあの世代の先輩たちはもう豪快だしさ、なんかこう同じ業界と思えないぐらい違うから。で、粋じゃん。金の使い方も半端じゃねえよな。やっぱ松方さんも、あ、元気が出るテレビ機か、はい、あれでバラエティーやり始めたもんな。僕らは本当松方さんってなんか、うん、ユニークなおじさんっていう、うん、元気が出るテレビのイメージ。ああ、そうだよね。テレビイメージ。そうだね。まあ怖くはないよ。あんま怒んないし。あと魚釣りの。ああ、もう 魚釣りにすげえ金かける。お酒も飲まれる。俺の松川さんが飲むようになってからは、松川さんが病気で飲まなくなっちゃって。ああ。そう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 。いやー、まああの人半端じゃないんだよ。前バリバリだった時なんか打ち上げの前にこんなグラスにブランデーをさ、ストレートでなみなみつぐね。それを3杯一気してからビール持ってから、あ、乾杯しようって言うから、先輩今の3杯何ですかって聞いたことある。ケーキ漬けだっていう。ブランデーサンバって俺なんか全然酒飲んちゃうの。全然ちゃうな。全然酒飲んまだまだやわ。いや、だって、まあでもね、あの世代の先輩たちの、はい、時代ね、はい、銀座とか飲み行ったりすると、はい、ステータスはブランデーだったんだよ。ヘネシーとか。だから、先輩たちみんな糖尿になるやんか。ああ。ブランデーのせいだと思う。高いからですか？いや、糖分が多い。あの糖分が多いからみんなこう糖尿になったりして。だからあの松川さんが寝れない時なんか家のなんかベッドの横にヘネシーが置いてあって、ストレートグッ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 と半分ぐらい飲んでポーンと置いて寝るらしいで。飲み代ってどんぐらい使ってる。あの人だって全盛期月800万以上使ってる。飲み代で。飲み代で行くとこが違うもん。京都とかでなんか気軽に、おう、じゃあ小沢鉄板焼きでも食いに行こうぜなんて、ああ、ありがとうございますって食うじゃん、はい、で、後から、昨日お前小沢松方と行ったんだろって、どこ行ったんだよって、ああ、そこ行きました。お前はそこは予約取れない、めっちゃ高い店だぞって言われるんだけど、うん、そうなんですかね、俺払ったらいいから分からないってだって本当にラーメン食うんでも、一回病気の時に俺会えなかったんだけど、安川たちが身の回りの世話してて、抜け出してつけ麺食いたいって言って恵比寿にあるよく行ってたラーメン屋行ってんだよ。そのつけ麺はないんだよメニュー。松川さん用に作ってんだけど、俺それで松川さんのつけ麺なくなったから俺も食べに行きたいなと思って食べに行ったんだよ、はい、でなかったから、これお湯沸くのか。お湯沸くのか。じゃあお湯沸かしといて。沸かさの変なやつお前が口に入れて沸かすんだよ砂利持ってこい、口の中作って。いいね。いいね。いいね。それでそこのラーメンでとりあえず メニュー値段書いてねえんだよ、はい、でひどいのフカヒレラーメン時価とか書いてある。 ラーメン屋でですか。そうそう、で時価とか書いてある。で危険じゃん時価って、はい、でまあいいやと思ってチャーシュー麺くださいって言って、その後俺二人で食っててサラリーマン4人ぐらい昼間帰ってきたの、はい、でメニュー見てすいませんって帰ってっちゃうわけ、うん、なんでと思って会計の時にさ、チャーシュー麺2つとビール1本飲んで1万
2000円とか。チャーシューもいくらなんだよと。チャーシューいくらなんだ。チャーシュー代ってことだから、じゃあ分かんないけど本格中華の鉄人が作ってるラーメンみたいな、町中華とは違う。だから俺はよく見なかった。サラリーマンちゃんと見たんだな。多分チャーシュー麺で4000いくらするんじゃん。そんなのサラリーマン昼食わないだわ。だからもうメニュー閉じて。なんか宮迫のニュース見てるときはなんかいつもいじめられてるかなんかだろ。最近最近宮迫さんいじめられてるんですね。あいつがさ、狂牛病じゃねえ、なんだっけ、あの焼肉屋それ狂牛病。うまい。町中華って感じがする。マジで町中華の感じしますね。するだろ。うーん、めっちゃうまい。なんか宮迫のニュース見てるときはなんかいつもいじめられてるかなんかだろ。最近最近宮迫さんいじめられてるんですね。あいつがさ、狂牛病じゃねえ、なんだっけ、あの焼肉屋それ狂牛病。一番いじめてる。うまい。町中華って感じがする。マジで町中華の感じしますね。するだろ。うーん、めっちゃうまい。かまいたちの二人がすごい高いところで、はい、なんか食べたのって、一番高いものって何かってあります？一番高いもの、仕事とか抜きやったら、徐々苑ね。あ、徐々苑、徐々苑やん。あ、有限亭じゃなく徐々苑の方か。有限亭です。有限亭か。有限亭も行けます。有限亭はよ、はい、あれ皿、でかいだけで中、少ねえじゃん。なあ、値段高くて。でも個室でなんか、そう、なんか東京で焼き、ああ、まあ分かる分かる。まあまあ有限亭って言うからな。有限亭のあのネギ塩さん食べた時に気絶するか思うがうまかった。マジだって、大阪のがお前鶴橋とかさ、あっちが発祥じゃんか。そうなん、ね、焼肉ホルモンって言えば。いや今消した。ああ消した。あの卵焦げちゃう。焼肉鶴橋も有名なんですけど、うん、有限亭はうまいよね。あ、そう。俺なんかあの有限亭よりもやっぱり同じクラスの肉が出てきてて値段がそんな高くなくて、で、あの皿もちっちゃいところが好き。あ、皿ちっちゃいとこあるな。皿でかいからお前いっぱい頼むと置き場所ないじゃん。結構な人数で行ってますよね。いや、結構な人数行かないと、だって一人焼肉とかする、ないだろう、ね、俺なんか昔京都ですげえとこ連れてってもらったことあるんだよ。寿司屋で有名で、はい、バブルの時だから、はい、お前一人90万円だろ。酒抜きで寿司ですか。寿司90万円、うん、あ、酒は何でもいいんだ。山崎でも何でもすごい、あの時手に入らない森蔵とかも飲んでいいんだけど、90万だね、コースで。どれ90万、一番高いのかも、日本で。そう、あのでもやっぱりね、カウンターでね7席ぐらいしかなくて、当時やっぱバブルだからそこに行きたいけど行けないみたいな人が多くて予約取れなくて、ステータスみたいな、細木和子さんとかがよく来てたっていう店で、で90万すると俺の中の意地悪なご根性が目覚めてくるから。あ、ニワトリいるか、ここいない。あ、ニワトリになってるこいつ。そう、なんか90万ってどんなもんか見せてもらおうじゃねえかになるじゃん。はいはい、もちろん。で食ってったら別にこんなんだったらどこでもあるぞとか思い始めて、はい、最後まで文句しか言ってないんだ。90万はそうなんやばいで、だってあの人あの時4人だからシック360万だって7席やったら1回転で630万ってことですよね。もうよくね、その人ね金を使いすぎて怒ってたんだよ。あのクラブ行って飲み屋行っても、当時ロマネコンテで、今クソバカ高いけど、はい、当時で80万ぐらいするんだよ、はあはあ、ワインなんか飲まねえのに、あの人に初めて飲ませてもらったワインがロマネコンテだった。飲まねえのに、いや5本ぐらいいるわけだよ、うん、したら400万じゃん、はい、車買えるじゃん。こんなね、男2人で来てて、最初ママがいたのにロマに入れた瞬間女が 4,5 人増えてくんだよ。乾杯で1本なくなるから。
店側が飲む用にってことですね。そうそうそう、そういう仕切りをしてきやがるんだよ。400万なら400万欲しいです。僕らも思ってました。昔大阪の若手時代の時に、ああまあお面の見てくれる社長さんとかいるじゃないですか。お誕生日かお前、ほんならシャンパン入れたろとかってクラブとかでシャンパン入れるんですけど、飲みたくねえもんな。それやったらそのシャンパン代くれくれって話だよな。ここ暑いのもうちょっと温度下げない。温度下げろ。お湯沸いてないのかまだ。なかなかクーラーがいかないですよね。そっちこれ温度下げろお前。森下お前がクーラー持っとったらええやないいいなぁ。匂い溶かないのかい。そっちの方がええって言うとしたら火消えそうじゃない。あ、あれです、はい、うんうん、いやそっちの方がええんちゃうなんて小沢さんに言わないですよ、僕は。みんな食べ口かうん。お、すげえな、それ何スピーカー。ちっちゃいクーラーです。ちっちゃいクーラーなの、それ。あー、涼しい。行ってますか。うん、来てる来てる。小沢さんって仲いい芸人とかいるんですか。あんま芸人はいなくて。山本、あの極楽とんぼの。ああ、この間野球の試合やったし。へえ。あと、なんか知らないけどみんな嫌われてる、みんな嫌われてるけど宮迫とかいや、嫌われてないですよ、全然。なんか宮迫のニュース見てるときは、なんかいつもいじめられてるかなんかだろ、最近。最近宮迫さんいじめられてますね。なあ、だあいつがさ、狂牛病じゃねえ、なんだっけあの焼肉屋それ牛一番いじめてる。最低の場合ですよ、焼肉屋で、一回お前のとこ行ってやるわって約束して全然行ってないから、一回 YouTube で行ったんだよ。そしたらあいつの、行ったことある。僕らもないの。個室がよ、なんか飲み屋の VIP みたいでさ、飲み物ワインで高いシャンパンとかワインばっかでよ、うまいんだけど、はい、牛タンとかも、はい、なんだろう、値が張るから、うん、でもこんなんじゃ潰れるぞって言ったんだよ、はい、なんか業界人が来てくれるだろうと思う個室3部屋しか焼きに食えない、はい、半分があれしゃぶしゃぶかな。あの普通の焼肉屋みたいなこう席はしゃぶしゃぶだ。へえ。焼肉は個室で行かないとだもん。あんだけニュースになればさ、あ宮迫の店一回行ってみようよなるからさ、うん、いいのかもしれないけど、うん、ちょっとだんだんいい、ね、やっぱこのラーメンスープがいいね。今入れましたね。今入れた。うん、楽しみ。小沢さん、地元ってどちらなんですか。俺生まれが新宿で。新宿生まれ。そうで歌舞伎町ですか。歌舞伎町百人町だからもう隣で。全然隣。すごっ。で昔のあ歌舞伎町も、はい、俺が生まれた時なんかまああそこまでの今みたいにギンギラギじゃないから、はあ、百人町だって今なんだあのコリアンタウンみたいなの、あれよりもやっぱり普通に豆腐屋があったり銭湯があったりとか、まあ下町だよ。同じ歌舞伎町でもで今も全然違うじゃん。でもそっからなんかいろいろ親父のあれで引っ越して、で一人17で家を出されてから中野が多かったな。住んでんのが追い出されてっていうのは悪かったってことですか。いや違う、なんかね高校卒業して役者になるって言ったら大反対されて、やるなら家出てけって言われて本田さん。今より絶対その芸能界に入るっていうのがそんなあかんって言われる時代ですもんね。うん、全然だ。あのロマンもクソもねえ。あのすごい人たちしか見えてないから、あんな大スターたちにはなれないじゃん。なかなか、あのその後に1億総タレントって言われる時代が来たじゃん。昔はあの銀座のソニービルから石を投げたら役者の卵に当たるって言われた時代があり、そこから、AV 女に当たると言われ、そこから水商売に当たると言われぐらい
今芸能界ってそんな見どころないと思うんだよな。よくいるんだよ、俺の知らぬ社長の息子がもう19になるかなって、はい、芸能界行かしたいんだけどどう思うって言ったら絶対やめた方がいい俺今17歳だったらこの道目指さねえぞ。へえ。つまんないだろ今世の中。あーまあ芸能界が昔と変わったってことで全然だってお前特にさお笑いとかやってたってさコンプライアンス鶏鶏鶏鶏1枚分ぐらいは、うん、いや あいつの分のほらもういったらもうこれもうそうですよ。これもういけないよかったじゃねえか。うん、うん、他たちの二人は反対はされなかったですか。僕はなかったですね。別に勉強できたわけでもないし、うん、まあ、昔から芸人になりたいって言ってたんで、うん、だからあの吉本の養成所があるんですけど、うん、そこには行ってるみたいなのは周りでもちらほら聞いたんで、うん、そんな珍しいことではなかったですね、うん、そうだよな。なんかさ俺初めて大阪の町行った時に、はい、街全部が全員が芸人かと思う関西弁聞くとそうなりますよね。あもうだってやり取りがもうもはやそうじゃん。西成か、はいはい、行った時に自転車乗ってるおばちゃんが、はい、役田より強い後ろチリン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 鳴らしてたよ。俺は野岸回復されやるぞお前ら交通の妨害なんだお前。西成はすごいよな。セット入ってたらやっぱもう身に入れずにいいじゃん。で子供がいてさね、パパ僕大人になったら何の絵が生えてくんだろうってお父さんが何かなとか言ってんだよ。大丈夫かおい西成って生えるかバカ野郎と。さすが西成だよね。もういいかな。本当はもっとね柄方カッカッカッと行きたいんだけどべちゃついてくっついちゃう。でもこの、ね、頻繁に味見してはる感じは繊細な人なんですか小川さんが。いやなんかさまだ俺の好きな町中華の味にはやっぱ中華屋じゃないか届かないけど、はい、まあ、火力もありますしね、うん、だけど好きなものに近づけたくて一生懸命研究するわけ。2人結婚してるの。はい、してます。はい、2人とも。はい。あ、意外だね。あ、そうですかね意外だね。結構前です。6年、え、そんな7年前ぐらいです。はい。楽しいか。楽しいっすね。含みのあれ。いやいやまあなあ、いやって言えないもんな、そりゃ。わかるわ。俺はなんかはやっぱり役者ってさ、ちょっと人よりも不幸っていうか恵まれてない方が芝居がやりやすいって言うんだよ。あの画面で見せなきゃいけないんで。あ、だからさ、芸人さんでもさ、ああいうさ、ダンボール中学生で本が売れてさ、印税1億入りましたとかさ、はいはい、出ると仕事全然残らないもん、芸人の。なんかさ、芸人でもやっぱりこう一生懸命頑張ってますっていうのがいいけど、もう前面に出ちゃうとさ、いくらもらったと、いくら宝くじ10億円当たりましたと、恐ろしく仕事なくなるぜ、きっと。そうですね。笑ってくんないんだよ。やっぱ悲しい方が思うんですよ、芸人も。なんかそうだと思うんだよ。笑われてる方がやっぱりなんかこう、うん、気合というか、そうそうそう。だからあまりにも幸せそうなやつの笑いは笑えねえなって。いやでもそうだと思います。うん、もういいな、お前ら幸せそうでさっていう感じで、なんかさ、そういう目で見る役者もそう。役者松川さんとかの豪邸とかはやばい。ああいうのテレビで、お、まあ、ほら一応ありがとうございます。一応すまそう。いや実食ということで、はい、これ本当に町中華の家庭とはちょっと違うかもしれないな。いただきます。うまい。町中華って感じがする。マジで町中華の感じしますね。するだろ。やっぱあ、醤油の鶏ガラの醤油がいいんだ。めっちゃうまい。もうな、俺関東麺も好きだから、まあ、いわゆるあれ中華丼がうまく作れればいいんだよ。そうすれば鶏ガラの生ラーメンの上にかけちゃえばいいわけだからさ。いやでもうまいっすよマジで、うん、これ誰が作ったね、たのでしょうクイズいけそうですね。絶対正解たどり着けない。あとやっぱね、
ラードなのよ、ラードで炒めるのが一番いい。ラード使ってましたか。ラード使ってサラダ油じゃない、ラードなんだよ。森下スプーン持ってきて、小沢さんのチャーハン。じゃあ誰が座っていいって言ったじゃん。厳しいね。あやめやもんね、これは。立ち食いするから。いただきます。はい。めっちゃ超美味しい。町中華だろ。これ漫才結構見てるの好きで、最近なんか知らんけどコントが増えたよね。漫才よりも。今のテレビで。確かにちょっと増えたかもですね。だからコントが上手い連中ってさ。はい。芝居もちゃんとできるんだよ。やっぱちょっとあと東京ゼロさんとかさ、コントうまいじゃん。うまいです。めっちゃやっぱ役者やってんだけどやっぱうまいんだよ。やっぱうまいんですね。そう、コントやってる芸人の人たちって結構映画とかドラマとか出てても意外にちゃんとできるんだよ。全然話しかない。全然話しかない。僕もコントしてるんですけど。全然話しかない。なんで暗いからじゃねえか。お前暗いんですか。僕暗いです。いやでもな、あれ猫好きやろ。俺らが見た。何匹何匹飼ってる。今はもう1匹なんですけど、ピンク人7匹。すごいね。はい、俺もね猫派なんだよね。犬はさうざい。濱家猫ダメって言うんですよ。あれなんで。あそれは何、猫アレルギーでダメ。いやいやアレルギーじゃない全然。濱家は完全犬派なんです。小沢さんの。ああ逆なんだ。はい、あんな何匹飼ってるの犬。いや、今は飼ってないですけど、昔チワワ。あ、チワワ。あ、まあうざいよ、3匹も飼って。帰ってくると玄関ずっと座って待ってたの。あの、飛びついてくるじゃないですか、あの帰ってくる。あれがもう可愛いです、キャンキャンキャンっていう、この中立な。猫ってこう、ほんま、みたいな感じで。あれなんだな、ド S なんだな。ド S です。だから、こう、ド M みたいなのがいいんだよ。忠実にせんでいいんだよ。まあこれやったらダメじゃん。あいよそれおいでいい子だね、いいこと聞いて。俺たちはこうどっちかというと放任主義じゃん。はい。ド M、 ド M です。あお前がド M。あバランスがいいわけだ。ここのド S とド M が合うの気持ち悪い。気持ち悪い。いやー美味しかったです。美味しかったです。いや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 。ありがとうございます。全然全然。この次はだか我々のチャンネルに。そうそう。はい。これはなるとぜひそっちの方も皆さん。よろしくお願いします。ありがとうございます。ありがとうございます。